今日もセンスのある人狼していきたいいたと思いますはい、今日もね、人狼やっていきたいと思います。今日は北の陸から VS 青がったセブンということでね、はい、村人を引いております。久々ですね、村人。いやー、落ち着くわ、村人がね。一戦目村人がいっちゃいいからね。まあ、今日はちょっと頑張って。 人狼を、ね、吊るし上げていきたいなと思いますのでよろしくお願いしますでは早速仰がったセブンのリーダー一番菊池からご紹介をお願いしますはい えーと豪雪で対応かったセブンリーダー菊池やってますよろしくお願いしますリーダーやってますあの,ー、<よ>あの皆さんあの多分昔生きてたと思うんですけど今も生きてその <laughs> <laughs> その中であの多分ちょっと聞いたことあると思うんですけど百の質問って覚えてますか ああ、でも、そめん、昭和には響かないかもしれないんだけど。じゃあ、半数ぐらい響けないね。うん、ああ、本当に半,やめろ半分ました。で、<laughs> えっと、その百の質問っていうのを最近。ちょっとなんか、私がやってる他の人狼じゃないゲームの方で、なんかこう。それのやつを作ろうと思って、なんか懐かしいなと思いながら、あの、アイモードとかの時代に。 やってたんです。あのパケット代とかあったとき分かります、皆さん。やっぱり半数に響いてない、半数に響いてない。え響いてないから、そっか、令和の人もいたか。そうじゃない。令和はいいね。令和はいいね。そうじゃない。で、今日の自己紹介はだから、こう視聴者の人に1から100までの番号を言ってもらって、それで私の自己紹介を受けようかなと思ったんで、今だけコメント見ていいですかあ、どうぞ。あ、ちょっと、皆さん、見てる人、たまたま見てた人、1から100までなんかください。

どうぞ。いやねいやねえ、準備しないからね。はい、ななです。よろしくお願いします。え、本当に視聴者の皆さん、ありがとうございます。いつも見ていただいてありがとうございます。バーデンングは視聴者の方がこそのコンテンツでございます。どうしたはい。でも毎回なんかこう、スパチャくれるじゃないですか。誰かしら。で、特にもう、今期もう、カモポセ、カモすぎるポセイロン君がめっちゃくれるんですよ。すごいなと思って、いともコメント見ると、今日も、 楽しみなカードですみたいな感じで、うんうん、くれるんですね。ああ、いい、すごいなと思って。うん、ってことは、ってことは、楽しみじゃないカードもあるのかなと思いつつ。そういう話になると思ったよ。うん、めっちゃ気になる。どれが楽しみじゃない大体 <laughs> 楽しみなカードで書いてて。うんうん、でちなみに前回、青型線にはなかったので、もしかしたら、<laughs> そういうことかもしれない、ね。お,おい。

何しよう何喋ろうとしてたんだけどあ,あそうこの間人間ドックがあったんですよね。うん、でなんかあの毎,、まあ、毎年受けてるんですけど、うん、大学かみんな人間ドック近くなると急激になんかというわけで酒しばらくやめますとかなってくじゃない,はい,はい、ね、ですか。で私んか忘れてたわけじゃないんだけど、うん、たまたまその人間ドックの前の日と前の日と前の日みたいな3日間ぐらい。うん ちょっとイベントで東京に行ってたために3日連続昼から夜までずっと酒飲んでてしかもなんか、うん、結構若いこと,とかだったから食生活もなんかザ揚げ物みたいなものしか食わさってなくてはい、はい、これはさぞかしさぞかしでしょうねって思いながらこの間ちょっと結果が来たんですけど去年よりめちゃめちゃ良くなってました。うん、おー これはやっぱりあの酒は百薬の長であるっていうことが今あの証明されたと思うので、後でバレないように何かがあったとしてもそれは薬を飲んでいるかもしれないだけなのでそこに関しては事前に言っておきますね。うかこれねはいということでよろしくお願いします。セミナー、セミナー、ああ素晴らしい。うん、じゃない。通風は違う。うん、通風じゃない。オッケー。消えた、消えた。なんで消えた？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 すみません。あやまんぽさん。 はい、えっ、ー、と、北のリックラの皆様、それからご視聴の皆様、お番でございます。青形のフォント申します。よろしくお願いします。お願いします。今日はあの朝、あの、あ、おばです、それとも。今日は朝、あの、占い、占いを見たらですね、ねあの、ね、なんかな、名前、名前の、つい、名前に気のつく人が、今日ラッキーで、ラッキー相手の酒ってあったんですよ。 うん、一人いるなと思って。で、あともう一つ、全国的に土用の牛じゃないですか、今日って。全国的に。土用の丑って、あの。でも、うのつくものが、あの夏場で知らずっててね。ただあの人、うんこん飲んでるはずだなあと思って、なんかすげー人、今日いるなと思っているので、あの、推理参考にさせていただきます。よろしくお願いします。大丈夫か。 いごめんなさい。大丈夫ですよ。大丈夫です。はい、長いです。頑張ります。大丈夫ですか大丈夫ですか話ちゃんと聞きます。はい、じゃあ71番で聞くとおもしろそう。71番はよく使う絵文字はあいいね。やってみて。

あれ高高野さん高野さんえ高野さんん今日は高野さんがおらんたってんということでね今日はね鷹野レディー7の皆様とね <laughs> あのまあ人狼ゲームってやっぱりあの言ったかのーとか喋ったかのーとか言ってこうなんか言い合う時あると思うんですよなんかまあそういう人狼ゲームがせずにねこう楽しくこう言い合ってやれればいいかなと思いつつ まあこのゲームにバロがおったかのにならないように頑張っていきたいと思います。いやいい自己紹介だ。変だけ教えて。変だけ。いや、まあ、最近や。ちょっと菊池の十十の質問投げたら。10番目、10番目、10番目。10番目出身だ。出身だ。ありがたいです。 新潟です。新潟です。はい、八番。中継。はい、八番北の利からの中継です。上がったの皆さん、今日はよろしくお願いします。よ。はい。私事なんですが、今週末実は新潟に行く予定がございまして、新潟県ですが、ライブに行くんですよ。 ちょっと私、ロックにこの3年、この金曜日から行くことになりまして、でも、新潟県に初めて行きます、もうその、月末に。だから、このタッンでなんか、青がったと同村できるのが、ちょっと個人的に嬉しくて、なんかもう、新潟の、新潟行ったことないから、ここで新潟を一旦こう下見できるなと思ったんですよ。だから、ちょっと、ぜひ青がった方が皆さんにはね、まずこの青森から新潟に行く、あ、車で行くんだけど、

ぜひ、遺言でそれを教えてくれたら嬉しいと思います。でね、よろしくお願いします。すだって一旦殺そうか。あといしはい、9番、オムライスさん。はい、オムライスです。アゴットの皆さん、今日もよろしくお願いします。なんかね、あの結構ちゃんとこう自己紹介、毎回緊張して考えてるんですけど、今日かなり、ああ 自己紹介って自由でええんやって感じで。すごい。今やりやすくなってて。ありがたいですね。ありがたみを感じてますね。なん、なんだと思います。自己紹介。あの。まあ、一応、今。 新卒であの研修期間中なんですけど今日ちょうどビジネスコミュニケーションみたいなのをやっておりましてあこれ人狼にかせると思ったんですよなのであの今日の私の目標2点ございまして1点目といたしましては今日一緒にファーストで話すことを2点目といたしましてはそちらにあのやっぱり根拠を持たせることを頑張っていこうかなと思っております。 よろしくお願いしますおおすごいういういしなんかいいちゃんと学んでる感がちゃんとプレップほういねプレップ本ういいよもういったにはないね上まで持ってたかったコラはいコラですよろしくお願いしますなんか放送が始まってすぐうちの猫ピョンって乗ってきてなんか天才だなと思ったのとでみんなの自己紹介が始まってもうすぐ乗いたのも天才だなと思ってますよろしくお願いします素晴らしい あの飲食禁止なんですけど猫ポンポンだけオッケーなので、猫ポンポンだけ。んどん皆さんになさらずでこれいただたと思います。じゃあジュンチバさんどうぞ。はい、サダです。お願いします。お願いします。そうですね。何も喋ること考えてなかったんですけど、あのこの間あの子供の誕生日だったんですね。で、子供が生まれてあの三歳になったんですけど。生まれた。なるほど。 あの、バイオリンプレゼントしたんです。バイオリン欲しい。バイオリン欲しいって言うんだ。そうやな。なんか言ったんですよ。そしたら、なんかバイオリン持って、普通こうやって弾くと思うじゃないですか。まあまあまあ。子供なんでね、まあ、いろんな遊び方するんですけど。突然こう、頭に乗せて。こうやって、こんな感じだって。あの、こざんズボン脱ぎ始めて。あれ、返済かもしれん。 音楽に合わせてお尻をこうフリッフリッってして <laughs> あの踊り始めましてですね、うん、あの踊り始めたら結句そのバイオリンをどっかほっぽり出してまた、うん、走りだ突然走り出して、うん、あのそのバイオリンが子供に取られそうになったら「おなら!」って叫んでバイオリンを獲得しに行くというね

ますよねっていう話とで。ちょっとあれでもう僕もいい年なので、あの最近ちょっと肌のケアをと思ってあの日焼けクリームを塗り始めたんです。やりすぎます。日光クリを塗るように。塗り始めで、あのなんでしょう。 すすぎてめっちゃゃ汗かかくわけじゃないで,すか、うん、で結果的にその日焼けクリームが目に入ってめちゃくちゃ目がシパシパしてるんです。そ<う>落としてこ,いこれってどうすればいいんかなと思ってて、まあ、これの答えは分かんないですけど <laughs> まあちょっと僕目がシパシパするのであの人間要素を見落としたらちょっとこの製薬会社。 ロート製薬にも送ってください。出せない。はいはいはい。スポンサーいっぱいいるんだからこの番組やめとけってもう。はい。お願いします。お願いします。魚介かころ。はい。北の陸からイカころと申します。よろしくお願いします。お願いします。 本当は違う自己紹介をしたんですけど、ちょっとキングさんの話を聞いてて、うん、みんなになんか教えてあげたいことがどうしてもあって、うん、なんかキングさんもねおっしゃってた、まあ、前日までいっぱいお酒飲んでてこうだったみたいな、多分皆さん、前日までお酒飲むと不安になっちゃうと思うんですよね、何時までにやめなきゃいけないとか。でも私、次の日が健康診断のことを忘れていって、今日人間どこクじゃなくて健康診断、忘れてて、うん、普通に朝の4時までお酒飲んじゃったんですよ、ね。4時 そう朝4時、月曜日が健康診断で日曜お酒飲んでたら朝4時だったみたいな感じで、まあでも健康診断キキャャンンセセルルまままあまあ、まあ健康診断もやばくて、そうででったんす一応そのままキャンセルすることは面倒くさいので、受けてこれ多分、たぶんなんでみんなお酒飲んじゃいけないのかあんま分かってないと思うんですけど、結果はそんなに変わらなくて肝臓とか普通で、えー、赤血球が多くなります。 白血球が異常に多いですみたいな。い人によるんじゃない。うん。そう,ん、うなの。<laughs> いやでも意外と大丈夫なので、<laughs> 多分お酒の <laughs>、うん。あんまり靴が。あの意外とみんなお酒多分ね飲んだり食べたり、うん、健康診断の前の不安にならなくても大丈夫ですという明るいニュースをお伝えしようと思います。よろしくお願いします。<laughs> はい 飲まずにしてください。貧血気味の人が酒飲めいみたいになるから、そんなことないそんなことはないけどね。はい、10番、カゴさん。はい、14番、カゴです。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとね、ちょっとね、普段やらないですけど、1個だけちょっと仕事しますね、ちょっとね。ガーデンリーグチームイベント、ズームバージョン、北の陸から編ということで、8月15日の木曜日に、 ズームイベントをやっていただけるということで、<ー>はい、うん、こちらの方、かごさんえらい、らい参加よろしくお願いしますっていうのを、お願いします、ぜひぜひお願いします、お願いします、前立が当たる、え,え、今今いる中で誰が出るんですか、<も>はい、私とオムライスちゃんが。 でますんでよろしくお願いします。ああすごいそれは面白そうだ。これはこれだけはちょっとお願いしますということで。さ参加費はねえっとねえ。二千五百円。二千五百円。二千五百円。まあ普通のイベントと同じ値段なのかな。うだなんで、はい。まあ通常イベントだと思って来てください。はい。 で、俺自己紹介、え、これで終わりちょっと部屋,部屋が暑いんで、ちょっとセンスちょっとこうパタパタやるかもしれないですけど、ちょっとこれ許し,許してもらっていいですか、これ。ちょっと見えるかな。な大丈夫。あなんで、あの今日もセンスのある人狼していきたいと思います。よろしくお願いします。えーいい ありがとうございます。はい、では、初日議論時間9分です。どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとこんさん疑っちゃってるわ。あ、マジか。あ、さん青と全体的にやばかったよね。えい。やばかったよね。七尾さんとかやばかったけど。七尾さんやばかったね。まあ、言ってることがやばかったね。言ってる内容。 うん。だって薄パセできてないし。<laughs> いやめ <laughs> 早いなあのうん。二 <laughs> 番で言うやつじゃない、ね。うん。<laughs> なんか自己紹介だけだと、だね、全体的にあがったが人間っぽくないなと思ったんだけど、才、うんうん、をつけるなら菊池さんと奈々子さんが圧倒的に優しかったと思ってて、下<ー>の力からだと秋田からと秋政さんだけが圧倒的に優しかった。うんうん あそうな私、でもそんなちゆきのことめちゃめちゃ疑ってるけどね。あそ人間っぽい自己紹介を教えてもらってもいい。なんか、そう、脳の本にはわかんないから。バラみたいなやつ。バラは違うわ。バラは違う。なんか人間っぽいっていうか、怪しいってシンプルに思った。 なんか菊池七々は秋政が強く思ったって感じ。自己紹介が。あ、まあ、そこは。はいはい。奈々江さん、どうぞ。あ、まあ、ゆかころさん、ちょっと緊張感あるなとは思ったんですけど。なんか、それよりも、なんか、ポンさんって、それ、俺、開幕で、なんか、適当に怪しいって言われ、なんか、なんか、理由とか気にならなかったって思うから。なんか、今、自己紹介、俺の中で、終わってて。そ、それを超えて、ポンさんが怪しいって。うん。うん。あ、個人的には。まあ、自分の自己紹介の内容だったら、まあ、そりゃ、そうだろうなっていう感じはしているから。でも。 自分、自己紹介聞いている表情で、上村、小原さんのあたりを疑ってるから、長屋は結構白いかなって思ってるから、そういう取り方してるんだなぐらいの感じだった。どこに、どこに白いです聞いてる時のさ、上村のさ、目のようながする。上村は怪しい。上村が一番怪しい。アだったら絶対上村が一番怪しい。小原さも結構目を泳いでるなと思ってたから。 自己紹介の内容よりも聞いてる感じでいくと、でも怖がらは分からない。コアラさんって言ってた。神村コアラかなと思でもコアラさんはずっと猫のことポンポンしてたんだよ。あそっか。してたんだよ。だからなんだよ。猫好きだからなんだよって。すげえかばってんの、それ。猫だ。どっちかというと猫だけどな。 で、今、全員ちょっと猫が入るとキング。あ、そうなんだ。あ、でも、そ、それで下見てるのか。うん、ちょっと納得はしたせば。そうん。なんバロがさ、なんか、バロが今さ、高野さんぐらいの価格で考え事をしてると思ってるんだけど。うん。まあ、何か考えてるか教えてもらっていい。 いやー、わかんねえ議論だなぐらいに思って <laughs> なんかちょっとそろ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 欲しいなんかパンチが。いけさん。猫パンチ。猫パ,パンチ。で猫パンチコパンチは弱そうだなあ、チに質問なんだけど、一応ね、チュ、うん、に質問で、菊池菜々秋あを疑っているタイミングの人で、うん、バロさんが喋ってないからバロさんに喋ってほしいって質問した理由は何かあるえ、喋ってないから喋ってほしいって言ってない私。 それは言ってない価格が実質実質そう言ったように俺俺は解釈したから違ったん私は私はあいつ聞た方なバルが考え事をしてそうだから何考えてるのって聞いたうんうんそれはでも結果考えてないってやっててまあなんかわかんないけどまちま結果地域が怪しいと思ってる俺はさあさ結論先言って結論先かありがとうごめんめちゃぶりしたいわりにはありがとうまあまあ別に考えたかうん。 なんかすごい議論っぽかった次議論っぽかったって僕も言ってた <laughs> 大丈夫かうわー今のサラダさん結構ちょっと私印象悪くなっちゃったかもしれないチュキさんを白く見てたし、うん、そうかあのねちょっと感覚が青型に多めまあ木増さんだけはちょっとまだわからないけど感覚は似てたから 見てたところでサザさん。オブライスたがってないから、これたがない方がいいよってだけああまああ、OK。弱っ。弱くないもう。今、のオブライスさんの話でいくと、チェキのその。やばい。ああ、本当なやばい。テがね。ああ、これやばい。もう一回言ってほしい。もう一回言ってほしい。もうってほしい。もうしい。 ゆっくり喋るねえっと今、オムライスさんだったら、<laughs> 地域白いっていうことは、<laughs> 地域のグレスケがいいって思ってるということでいいんだよね。そうですね。感覚近しい人とは思ってる。で、その菊池と七尾がまが、あ、菊池知らんけど、菜々緒怪しいっていうのは、たぶん自己紹介からしか取ってないと思ってて、うん、うん、それはそこで同じということでいい。うん。うん

それで決めた結果に人狼だったらかわいそうだからちょっとあんまり進めない方がいいかもしれない。考えてきたみたいな自己紹介した人の中に投票すると思う。アドリブでその場で考えたみたいな自己紹介した人には投票しないと思う。ほらカ村それで焦ってんじゃん。カメムラどうぞ。違う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 。 段階で思ってるのは、うん、一番いい発言したなって思うのはサウザーさんで、まあ今日投票しなくて。うん、でも、ただチュッキーさんがそのまま怪しいかどうか、うん、俺ちょっと保留にしてて。 あの、最初の攻撃的な感覚はちょっといいなと思った部分があったんで、で、俺全体的に、その青かったが自己紹介怪しい雰囲気っての結構納得してたんですけど、俺はポンさんだけリラックスしてるなと思ってたから、最初の永井さんの感覚はちょっと違ったけど、永井さんのその後のポンさんへの,あの追求の仕方は良かったから保留にしてて怪しい人はゼロです。はい。 <laughs> ロロ私はあ喋るんですけど、うん、私はチュッキーとまず自己紹介に関しては同じ感覚を持ってたって前提があります菊池さんとか七尾さんとか感覚ちょうどで怪しいな持ってたけど、まあ、オムライスがそれがあったからサウザさん変だなおかしいなにたどり着いたのはちょっとなんか早計、うん OK、かなって思っちゃったから若干違和感を持ったのが一つと。 さっきそのまま喋り続けけるんですけどただ、サウザーさん側も、私はなんか、あの中継にした質問は、なんか、バロさんの質問、うんのところはちょっと微妙だったなと思って、その質問の部分は微妙だったなと思ってるから、あ<ー>まあ、サウザー村井イスの2名を考え中。あ秋間さんに喋ってほしいって言いたかったから、うそうなのえっ、ー、と、まあ、正面、僕も中継から言われてるけど、実際に僕自身も、感覚値として菊池とん、菜々緒さん、怪しいなと思ってたから、中継のことは別に疑ってない、うん、ベースで入っていくと、あの、 で議論でいうとね、あのオムライスがえっと主張したかったことって結論チューきを守りたい発言だけやと思ってて、うん、でじゃない？そうそうね、だから結論にサウザーはは今強いと思ってる人だな。うんうん。でサウザーがオオカミとしてもあのなんかチューきに矢印視で向け合っがちょっと遠回りすぎるなと思ってるからあんまりオオカミじゃないと思ってる。でほかで言うとなんだろう。 ポンさんかなポンさんさの切り口は僕はいいなと、最初の,頃の,のことに関していいなと思ってたからっていうぐらいで止まってます。なんかポンさんの疑いもなんか俺の中で回復してて、うん、ちょっとコアラさん,ちょっとなんかはっきりしてもらっていいか、うん、なんかはっきりしたように言って、はっきりしてないと思ってて、うんうん、具体的に誰と誰と誰が怪しく誰に投与したくないか。うん、怪しいっていうか、まあ、怪しい、今までの発言で別に怪しい人を思ってないんだけど、あのー、うん、アドリブで自己紹介行った人は多分違う。 と思ってるだから、バロさんとか、ッキーとか、秋政とか、カゴさんとかは、アドリブじゃなかったと思ってる、他の、うん、他にもまあ、いたと思うけど、うん。コアラさんって、この約7分、うん、8分ぐらいの議論で、それ以外、怪しい人とか見つけませんでしたうん、うん、変な発言だなって思う、私の感覚とは違うなって人はいたけど、別にそれが怪しいとはならない。うん ささんはさんははどう俺はね、ちょっとポンさんを疑ってるぐらいなんだけど、うんうん、それ反応だけの話で、あとサウザーに関しては俺、人間だと思ってて、俺ずっとなんか糸口探ってるような顔してるなと思ってて、チュッーに対するのも怪しみというよりは、なんか糸口探りに行った人間っぽいなと思ってて、で秋松さんも結構喋った感じ、人間っぽかったかな、これ、うん、かる俺反応は。コロって、オムライスサウザーを怪しいと思ってるって結論でいいの本当に か割とそうどっちもなんか違う別々で怪しいと思ってるでも二度だとは思ってる分 <laughs>、まあ、かってるそれはそれはそうなんですけどねあなんかまさ、あ、サざさんのもうちょい言語化するとあできなかったんはい議論時間終了ですああ <laughs> もうかわい可愛い <laughs> いやつ <laughs>、はいたいできなかったんですはいじゃあ投票いきますかねどうぞはいいやーどっちか迷うんだけどうんまい心にしようかな投票はうんーなんとなく ユカコロジンローノが中期を使ってる感覚を俺は覚えたんで、まあ、中期自体,自体が自分の可能性も僕はあったかなと思って聞いてましたけど。うん、ただなんかね、上村秋正かごサウザー人間って言った中にもちょっと気になってはいますね。分かんないですけどね。はい、以上です。はい、投票です。ゆかコロ。はい、まあ、サウザーさん投票で。 私がチュッキーさん使ってる場合は、それこそオムライスの位置って、むしろ人間あげ、サウザーさん攻撃の方じゃないって思うから、使ってるって感覚も違和感なのと、まあ、私はサウザーさんの殴りは勘違い込みのものだったけど、最初。そのまま拳振りをすれないのが人狼っぽいなって思っちゃってる。引っ込めばいいから、普通人間なら。網村。コーヒ秋政さんにします。いや、サウザーさん。 を人間って言った俺も含めてなんだけど俺は人間なんだけど秋元さんとカゴさんどっちかにめっちゃいそうってサウザさんいい,いいなと思ったし秋元さんの方が結構なんか怪しいなと思ってそれはあ日言うんですけどなんか秋元さんのこと人間って言った人何人かいたっぽいけどそれも結構理由聞きたいなと思いました。はい。バロッ。はい。 まあ気になったのは、キング、ポン、神村だったんだけど、なんかその矢印的に神村つって色見た方が良さそうだと思ったので、神村に投票します。人狼だったら、キングとポンを人間置けるかなと思ったので、投票。<口>はい、えー、っと。 私あ意見言いたかったんですけど、上村さんが一番人間だと思って、それは理由としては、サウザー、チユッキーを、サウザーがいいと思ったけど、チユッキーを悪いというわけではないっていう考え方が、ちゃんといろいろケアをしている人間っぽいなと思って、単純に自己紹介の論文がないので、チユッキーさんに投票はします。以上です。キングさん。 はい、あの中きに2票目重ねます。議論中に言ったとり疑ってるのと、中ゆきって結構なんか殴ったっていうところをみんな白っぽく取ってるかもしれないけど、で、なんかコアラさんになんかで7分間で怪しい人見つけられなかったんですかみたいなこととか突っ込んでおきながら、最終的に自分のスケールも出しておらず、自己紹介にしか行っていないから、全然人狼の可能性あると思ってて、私、サウザー疑う病だけど、今日は人間だと思ってる。今日は。ちゆ<期>うーんとー。 七尾さんに投票します七尾コアラキングの中に人狼が2か3いると思っています、結論としては。<laughs> <laughs> なんか、アオガッターは、菊地さんはね、話を聞いた結果、私も貝村さん人間だと思えたから、投票されたけど、今のところ人間っぽいなって考え直しています。コアラさん以外の記者の理科は全員、今のところ人間だと思っているんで、<laughs> 七尾コアラに、ま、キングに投票集めてほしいです、この後。オムライス。投票します。 えっとなだおさんに投票をさします。えっ、ー、とね、やっぱり最初の感覚で、なのえっ、ー、と中継さんのかブてルとか菊池さんの、菊池さんの上村さんめっちゃ村はわかるってなっちゃったのと、結構全体的に菊池さんの方が印象が良かったかな。以上です。あきますんと。投票は菊池さんにします。まあ、僕の中では、えっ、ー、と、 なんだろういや白っぽい人は見つけてたんですけど黒っぽい人は見つからない上で、えっと、あまり僕の,中の菊池さん僕の中での菊池さんの印象が上がらなかったというところです。以上。子さんはい、えっとまあ、ポンさんに投票するんですけど、ポンさんの票を見たかったとっいうのが一番。で、この票の流れから俺人流は結構持ちやすいかなと思ってて、まだ2両ぐらい持ってんじゃないかなと思ってます。はい。な えっと投票はオムライスさんに、えー、返します。ちょっとチュッキーとオムライスさんの票を見たかった。えー、本当に自分に入れてくるんだったらあるのかなと思ってて、オムライスさんは1票重なったときに僕に2票目重なってきたので、まあ、今日は投票したいなと思ってました。以上です。ほら。票はい。チュッキー投票します。ナ尾さんは人狼であんな自分のチーム下げるような、ね、自己紹介しないと思ってる。<laughs> 自己紹介要素かは何か微妙だな。何も画面を見てない。はい、残り2票はい、2> 長いくん。じゃあ、ゆかころさん投票にしとこうかな。ごめん、そんな深い理由はないけど、なんかゆかころさん、コアラさん、菊池さんとか気になったけど、コアラさんのなんかチューキーさんの3票目、実は良かったなと思って、あのチューキーさんが何色であろうと、ね、とは思ったから、そこは評価したっていう感じ。うん、まあ、ポンさん、2票持ってる中か。 うんまあ七尾さんのオムライスさん投票はちょっと気になったな。ポ、う、ンん、はいうん、投票的になったのが、サウザーさん、そんなに千雪の老だっていうんだったら、千雪に投票すればいいと思ってるし、七尾も千雪オムライスが入れるんだったらって言うんだったら、オムライスさんに票を入れるんじゃなくて、千雪にそのまま入れればいいんじゃないかなと思ってたから、千雪と七尾が絶対対立軸になりそうかなと思ってるので、七尾に入れて、うんと、 決戦にします。中継をもらいの色が一緒かなっていう感じ。以上。はい。では、本日2番七尾と中継、8番十継が3票ずつ集めたので決戦投票になります。弁明決まった方からどうぞ。はい、七尾。はい、はい。別に、あとね、 中期でもいい。俺全然中期でもいいんだけれども、うん、えっとどっちかというと中期で一番最初にあのー、スケール上げた人だから、そこまでなんか自分を空はないかなって思いたいっていうのがちょっと強いかな。うん、それだったら村井さんの方が乗っかってきた感があるから、結局その自己紹介のとこから出してないので、うん、っていうところがあるかな。なんか自己紹介みんな取りすぎじゃないと思ってますよ。以上です。<laughs> はい、中期。 はいまあ、疑った3人から投票されたから、等しく人狼に投票されていると、私は感覚で思ってはいますが、うん、七尾さんも人狼の時に私に3票目でよかった気もするから、七尾さんもしかしたら間違ってる人間かもしれないって、今のところちょっと悩み始めてはいますが、小原さんからの3票目、やっぱり怪しいと思っています。うんかるん原原ささは本当にに私私が私人間だっったら小原さんにもっと なんか怪しい人見つからなかったって聞いたけど、うん、その返事が私は全然人間っぽいと思えなかったから、やっぱり疑わしいと思っているし、永、うん、井さんのあの投票でコアラさんを評価するのも私はよく分かんなかった、ちょっとごめん、あなんか難しい、ハイレベルな人狼ゲーム、私には分かんなかったから、長井コアラが等しく怪しくなって、キングさんも全然人間っぽくないです。なんか、この3に長井コアラ、キング、まあ、できれば七尾さんの中から、なんか占ってほしいなと思ってます、予言者の方には。以上です。 はい。いでは、七尾投票2番、10期投票8番で、決まった方は両手を前に出してください。いや、でも、ポンさん人類やったらさすがに、いけますが七尾さん人間だからな。行らなそれでいきます。3、2、1、ドン。いや、コアラも十分怪しいややた。はい、2番の七尾に投票した人は手を振ってください。1、2、3、4、5票。 8番、チュッキーに投票した人手を振ってください。1、2、3、4、5、6、7票で保持処されるのは8番、チュッキーです。たぶん、どうぞあ多分七尾さん、人道かな、さすがに、この投票の結果の割れ方を見ると、私なんか議論って、尾さん、七尾さんの方が人間っぽいって、皆さん、一言でも発しました、議論中に。言ってないですよね。うんうん、え、チュッキーが怪しいって言った人がチュッキー投票したのは分かるんだけど、それ以外の人が、七尾さん人間っぽいっていう思考に至った結果、チュッキーに決選投票を変えれる理由がわかんないんで。 うん、ナウさんをカバった投票が絶対入ってると思っています。絶<対>はい。なので、あの誰が投票したか、もうぶっちゃけ覚えてないんだけど、私絶対生き残るって自信があったから、さっき言った人たちを占ってほしいなと思っています。<laughs> うん、あの新潟のおすすめのところ聞こうと思ったんで、<laughs> 自分が死んじゃった。の <laughs> ったガッタの人を殺してってくださいオッケーはい。それでは、チェックを避けたにもかかわらず、恐ろしいのがやってきます。皆さん、画面をオフにしてください。 ミュートもお願いしますねでこちらの皆様をしばらくお待ちください。はい、ということで。いやなんか、ポンさんはシンプル怪しかったんですよね、個人的に。なんか、あの、自己紹介が怪しかったっていう自覚があって、なんかそれを、なんていうのかな、ちょっと焦った感じで取り返そうとしてたのが、ちょっと人狼っぽいなって思っちゃったかな。うん、これはあんまり そんな強い要素ではないんですけど、あと、ま、表の持ち方、シンプルに怪しかったけどね。うんただ、コアラも結構怪しくて、あそこまで表を持って、一日議論あって、まだ自己紹介の話をずっとしてるから、ちょっと、コアラも怪しかったんで、千雪に入れるか、ナナオさんに入れるか迷ったんだけど、うん、ポンさんとコアラの二択で悩みたかったかな。 まあでもその辺占われてんじゃないかな。ポンさんはまあわかんないけど、コアラ占われてんじゃないかな。結構人狼っぽい感じでしたけどね。そうなってくると地域人間だから、まあなんかコアラがちょっとまだ思考が進んでない人間だったということにね、祈るしかないかなっていう感じ。どうだろうね。まあ、初日だからあんまわかんないや。そうだな。俺だったらコアラ占おうかな。うん ンさんはなんかね、人外でもちょっと役ムーブしてるから、語ってくる可能性もあるんで、そこに占い当てるよりかは、コアラかなっていう気がしますけどね。結構、一票一票が多かったんで、まあ、人狼は、一人は多分早め通してる可能性あるんですけど、少なくとも一人は持ってたと思うんだよね、最後の方まで。で、チュッキーに最後の方に強く行った人は、 どうなんだろうね。どっちかというと村っぽいんかな。人狼ってなんか楽しい夜が明け朝が投票広げにさくからね。おってきてください。誰だろう？刺激。はいはいはい。はい。本日朝を迎えると誰の死体もありませんす。もう。ごめん議論時間六分でマイク。どうする？出るやろ。出ます。楽しい。出よう出よう。よ

ミルフィーゲーム。ミフィーゲーム。そのままそのまま。七尾さん人間でした。七尾さん人間でした。はい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 。はい、えっと。結論から。じゃないな。結論です。はい。ありがとうございます。シスキーさんがしろです。あそれは結論だね。本当に申し訳ないで。あの結論から申し上げますと、七尾さんの人狼見ました。おいしたあんお爆弾すごいな。

ユカコロはチューキーシロって。なるほどはオムライスさんの仲間がゆかコロ。そう。う。うそうなんだろうね。で、私しての一応オムライスの店はあります。私視点はありますが。ユカサウザだけ確定で、まあでも、どんどん詰めるか。どんどん詰めていいな。おお、出て出てる。キシ、キシ、キシ、ポン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 、 もう役じゃないんだ。私もなんかすごいポングチョブかな、ポングチョブかなと思ってて、てか、それだから結構中期の人狼あるかなって思って。票を洗いたいです、僕してお願いしす。では、サウザーさんの指示で票を洗います、サウザーさん。サウザーさんの指示で。いや、別にいいけど、何を洗い中期投票。中期投票を洗います、中期投票 1票目、キクチ、キング、そして12票目にコアラ、コアラ、コアラかえっと、決戦入れた人は入れた人も手挙げてください。キクチ、キング、ポン、バロ、コアラ、カゴ、サウザ。ーはい。うん。ケーです。やってます。うんと、割と納得感なんだよな。ユコロさん何だっけユコロさんどっち入れたんだっけ決戦。私、ナナオさんですよ。あーはい。おぉ、バテ投票利益はなく、サウザー票する。すごいね。楽しいね。すごい楽しい楽しいね。楽しいね。 一応ね先にしゃべるんですけどなんかポンがなんか中域人狼っぽいって言ってたけど一応ポンさんは通常投票の最終票で七尾さんに3票目を投票して決戦に挙げた人ではあるからそこの実席もあるのでそこはフラットであのこれをどっちもしないいでーほんとにチームの絆の話なんだけどゆかころさんには申し訳ないけどポンは噛まれると思った。

占いオムライスさん信じて,て、霊媒サウンサーさん信じて,て。無無無理理理ってるいゃゃあまあそりゃ困るね <laughs> とりあえず今日七尾さん釣ってもいいかしらいほしいです本当に釣ってほしいですあのいいと思うよだってオムライスの白先は実質散られているのでいやそれがそうなってくれるなとりあえずだからパンダの名前はもうちょっと喋るっていうかなんか七尾目線がめちゃめちゃクリアになってんだからお前の頑張り次第だからちょっとなんとか頑張ってそうそう頑張れでも見えてる目線みんなが同じだと思ってて 違ちゅうっきーとお姉さんは人狼人狼であると思ってるから、あそれで納得いくなと思ってる。え、人狼人狼だと思ってるの思ってる。じゃないとあの投票できないと思ってる。思ってるところが引っかかってるところ確定じゃないけどね。 いや、結果の出し方的に、秋政が最初に結果言ってから、オムライスさんが、あれがって言ってるのもあるから、全然狂人とかもあると思ってるからロ、ローって言えるのが変だから、七尾のせいでなんか、あれが、あれするよ。あ俺が、<laughs> あれでもまあ、それはさ、 もう圧迫面接だったからちょっと許してあげてほしいぞとただ私オムライス目線、うん、なんかポン GJ ってことがあると <laughs> 秋葉さん人狼じゃないかなって私思ってんだよね<ー>なんか GJ 先に白当ててる、うん、まあ分からんそれもイメージはあるからなんか目線<ー>、まあ、オムライスさんはでもうん<ー>、うん、まあでもどうなんだろうね私もでもグレーに白当てないっていうのは人狼っぽいなっていう方でも見てて馬、うん、ロさん信用勝負したいんですけど グレーとかいけませんかグレーでいけない。信用勝負の場合七尾で。あ、そっか。変なこと言ってた。勝負なら尾なんで、七尾からサウザーなんだよ、これは。わかった。サウザー処刑してるか、コロが俺の色なんて出すかとか見るって言われた。え、七尾さん、釣りしましょうよ。俺、俺視点から七尾の結果は絶対にゆかころさんは人狼で出すのは分かってんだけどね。人間の皆さんはどこに投票しても俺はまだ分かんない。全視点は分かんないよ。全視点は。リラしてもいいです。俺視点は分かってる。いいの

なおなおさんに引き続き投票します。やっぱり変わってたんだなっていうのって、まあみんなクリアになったんじゃないかな。コアラさんあたりが同一,一になるんじゃないかなって思ってんですけど、それはやりすぎなんですかね。まあ考えます。以上です。神村。はい、なおさんに投票します。いや、全然やりすぎじゃないと思います。オムライスさん。コアラさんとか長井さんあたりがオムライスさん視点は怪しいんじゃないかなと思ってて、サウザーさん、シンっぽいけど、俺オムライスさんのがシんだわ。ごめん。サウザーさん、ごめん。 謝らなくていいよ。あごめん。<laughs> <laughs> ダメですよ。なお。はい、オムライスさんに投票します。いや、金魚もしゃ,しゃべったことわかるよ。あの、先にサウザー、白当たってから黒出すのは人外っぽくないってわかるけど、あの、初日の議論から構成すると、オムライスさんとすでに地域かばって、僕と球場怪しがったってのも、ロールたる根拠だと思ってるから、僕はそうしか見えない今日は。彼はオムライスさんの色を見せてほしいと思っているて感じです。はい、以上です。負けました。 はい、まあ一応、投票はオムライスさんにします。まあ、僕目線、ぶっちゃけ、あの、江橋どっちが進化か確定はしてないんですよ。それも込めて、サウザーのシーンをベースとしたときに上村を占っていた方がいいかな、特には思ってます。まあ、コアラさんが疑う、オムライスがわかるの、言うのが分かってて、あのやろ、僕も、あの、菊池さん、じゃあ、菜さん占い理由は、コアラさんは占っても意味ないなと思ったからっていうところ。菊池あ、菊池が、はい。 いやなんか多分、キングと同じこと思ってると思うんだけど、七尾の対抗せめてユカコロなんじゃないかなって私思ってたんだけど、村井さんって釣れなくないさすがに。いやだからもう七尾釣ってもいいけど、私は昨日のチュッキーが人狼っぽいと思っているこの1点でユカコさんには投票するけど、もう七尾でもいいなとは思いました。以上です。えー、どううーん。どっちの票集まるのかなまあ、ユカコロさんに、どうしようかなキングさんが入れてくれそう。まあ、キング、菊池、カゴ、 コアラまではもう確実に人間だからもう長い神村を詰めるために質問してるまあ俺の視点のクリアさを見ればね本物ってわかると思うんですけどはい <laughs> なんでまあそのぐらいで終わるかなと思うんですけどねはい以上ですゆうかころえい七尾さんに投票しますまあなんかちゆきオムライスの人狼同士だったときにじゃあ七尾さんって本当に 2人で連続の票を持って全く同じ東腐余流でチューッキーとオムライスがね2票入れてどうしても殺さなきゃいけなかった位置でしょうか七尾さんってそんな私たちにとっては脅威ではなかった七尾さんは別に。キングサブ はい、ごめん、床頃に投票します。七尾に言うと、うん、とオムライスさんがチラキシロって言ってるってことは、ローロアだったときに、絶対黒結果を持ってる霊媒師がどこから出てくるにもかかわらず、結果知ってる人ではないと思ったから、偽物だったら教授の方がしっかり来ると思ったから、七尾に限定が非常にあるけど、でもゴリラしていいって言ったんで、私は魂の投票します。魂に従って投票します。えっと、今、え、聞く。 ちょっといったとストップする七尾さんにと一旦何下してもらってたの何をしてたの何してたの何てたの何をし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 てをしてたの何をしてたの何をしてたの何しょたのをしてたの何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 をしの何をしたの 今のキングで票サウザー、そ<う>キング、ユカコロで、サウザーさんに入ってまキクチ,キ,チキング、サウザーがユカコロに入れてる。私のミスです。<こ>はい、ごめんなさい。はい。じゃ引き続きで、永井君。えっと、ユカコロさん投票であの、ほとんどキングさんに言われてしまったんですけど、まあ、あのサウザーさん、新視点でオムライスさん、まあ、白の人でしかないかなって俺は思ったから、ナ、ま、オ、あ、さんって言ってもいいんですけど、ナオさんって言った場合に、秋松さんの噛まれやすさが上がってしまう気がしてるので。 今日俺ユカコロさん希望です。で、まあ、神村かなって思ってるけど、あの占えばいいと思います。はい。ほら。はい。ユカコロさんに投票します。まあ、サウザーをめっちゃ信じてるのと、まあ、2日連続同じ投票理由言うんですけど、ナナオさんがあんな自己紹介、あんくらい自己紹介で人狼なわけないんですよ。本当に。もう入れないでほしい、ナナオさんに。残り3票、バロッ。 まあ、花を持たせてあげましょうかね。オムライスさんに投票しておきます。なんかそう、木政さんがだけ不穏。だから、死なら頑張ってって感じ。いや、もう処刑されないから言うけどね。いや、ヘギそばって言おうとしたら、もうみんなのそばにいられないからね、これ以上ね。ごめんな。残りにです。<laughs> 入れるか。タコさん。はい。 いやわかるよサウザー秋きが本物っぽいっていうのはわかるんだけどオムライスがチキン人間っていう理由もちゃんと考えて俺は推理してて人狼とかでやる理由って何かあるんかなとか考えてるけどそれ以上にってことだよねまたじゃあオムライスちゃんに入れるんだけどまあポンさんこれではい俺はサウザー秋きま派なんでこれでこの2択でいいと思います、はい、最終表ポンさん自分もサウザー秋きさん信じてるんだよな オムライスさんあげちゃおうか。どうしよう <laughs>。いや、あの、ごめんなさい。ゆかころさんに検討票を打ちます。以上。本日処刑されるのは13番ゆかころです。言いごうどうぞ。はい。まあ、なんか、壁を作られてしまっているので、届くかわからないんですが、一生懸命私はボールを投げ続けます。えっとね、サウザさん、人狼でした。多分、私、人狼だと思ってる、ぶっちゃけね。で、オムライスは、わかんない。私はシンプルに言ったら、 中期投票、我慢人狼いそうだとは思ってるから、なんか普通になんかそのシンプルな占いをしていいと思ってます。で、もう一回言っておくと、えっと、菊池、キング、ポン、バロ、コアラ、カゴ、サウザーが中期投票。この中からオムライスが怪しいと一番持ってる人を占ってきてください。まあオムライス、なんか中井さん投票よりは若干怪しかったかな。秋政神なんて起きるわけないから、この場面でね。 だって、地域で人狼連れてるんでしょで、ニ人が今、役に露出してるんでしょってなって、ここから秋政神なんて入るわけがないから、噛まれそうっていう懸念は永井さんは怪しかったです。馬路さんは、まず、愚痴部を起こしてくださってありがとうございます。一個、縄の余裕ができたのは、めちゃめちゃ大きいから、これ、ちゃんと村人の人は、なんかフェアに頑張ろうって気持ちでもいいから、七尾さん、まあ、サウザーさん、そちら側をきちんと投票してください。オムライスにかけて。うっす。うっす はい、床かころが処刑されたにもかかわらず、おろしおるがやってきます。皆さん、画面をオフにしてください。はい、夜時間の方へやっていきます。ご視聴の皆様さんはしばらくお待ちください。いや、わかるよ。サウザーが本物っぽいから。占いに関してはよくわかってないんだけど、サウザー本物ってなると、飽きます本物になっちゃうから。オムライスが人狼でもなんか。 チユッキーとは確実に繋がってるから初日の白か、まあ、人狼仲間っていうことなんだろうけどもう人狼仲間で出るつもり人狼で白先っていうので出るつもりだったのかなうん、まあ、そこまで企んでるとしたら上手だよねなんかチユッキーを、ま、守ろうとしてた人っていうのは確かなんであんま強人っぽくはないですねなので おそらく強人の線は消えてると思うんで、サウザーの結果は、黒が出ないとちょっと偽物多かな。床カコロ、ん白か。白が出ないとちょっと多かな。うん。黒だと、あまあローローで出ないと思ってるんで、人狼が連れてるので。うん。基本白しか出ないはず、本物ならね。どうだろうか。 いやー、ちょっとね、でも、ゆかころちゃんにマイナスポイントあるかって言われたら別にないし、地域がそこまで人狼っぽいかって言われると、ちょっと微妙ではある。かな。ちゃんと追いかけないといけないですね。七尾さん人狼で、オムライス本物で、ゆかころ本物のパターンもね、ちゃんと考えないといけないね。その場合、どうなんだろうな。秋松さん、狂人で、サウザーが人狼。 ソーセが一番濃いか。シンプルにスイルスなそうだな。うーん。お楽しみに朝がやってきます。皆さんが目に戻ってきてください。るはい。すのわ楽観的だと思います。お<い>また<だ>。ほいほい。ほい。ちょっとかな。本日朝を迎えるトーン7番バロが襲撃されています。3>, 3日目、議論時間5分です。どうぞ。よいお願いします。お願いします 結果。長井さん人間です。次郎。後ろ。次郎。次郎。次郎。オムライス狂人。だろうな。だろうな。あの、まあ、あの遺言はそうか。え、なんでオムライスさん、人外のサウザーさんが、あの、人狼って言ったら、あーってなる。あ、全然そうじゃなくて、みんなが。 みんながさわざさんおっしゃってるからつらいじゃいお前ちょっと。まあ俺丁寧にやるなら俺から菜々さんから処刑してもいいかみんなの推理をちょっと他の人の整理でゲーム決める。おむちゃんに聞きたいおむちゃんに聞きたいんだけどえっと初日の投票でまずちゆきに2票入った後にちゆきが菜尾さんに入れてその後おむちゃんもう菜さんに入れたよね。うん入れた。なんでその時にカミングアウトしてちゆき人間って言ってあげなかったの えだって、<う>死なないと思ったんだよね、はっきり言って。だって、ちゆっきーに人狼っぽい要素というか、なんかこう、落ち度があったかって、私、なかったと思ってるんだよ。最初に先陣切って、印象良かったら誰,誰か言ってたけど、本当にすごいだったから。まあオッケーかごさんも<う>、うん、一応、カゴさん、神村も喋った後にの方がいいじゃん俺、ちょっと今思ってるな、サ、うんね、ーザンの結果はあんましっくりきてなくて、オムライスはどっちかというと、人狼かなと思ってるんですよ、僕は。っていうのが、ちゆきー議論中にもかばってる節があって、俺、強人でそこまで見えてないと思ってるし。うん 決戦でも守りに行ってるから、真かーかなと思っていて、サウザーの結果が白が出たらちょっと信じようかなと思ってけど黒が出てるから、ローローパターン。別にロローはあり。るそれを産んだったらって感じかな。人間っぽい人が多いんで。ろはいちょっと俺、オムライスさん派なんで、ちょっとだけ頑張りたいんですけど、オムライスさんが真の理由めちゃくちゃいっぱいあって。 うん、まず初日オムライスさんはチュッキーさんの白を知ってないと作れないスケールをずっと述べてたんですよ。まずはサウザーさんから攻撃されたチュッキーさんが攻撃された時にサウザーさんに噛みつくことでそこで俺が止めに入ってチュッキーさんも保留にした方がいいよって言った時に、うん、菊池さんがそれを神より人間っぽいって言った時にオムライスさんが菊池さんと神村さんがかなり人間っぽいって共感したところその,その流れがチュッキーさんの白を持ってないと絶対できないんですよ。 こののグレスキの作り方ってだからりま,す、はい、まあ一応言っておくとなんかオムライ、まあ、そのコアラのことについてきてオムライスさんのことを言うとオムライスさんが地域の人間を持っていたのであれば俺は地域のことを疑っていると言っている議論中に言っていてそのサウザーを人間らしいって言っている人物が複数名いるということは暗に地域が怪しいってなっている可能性もあったと思うんだけどそれは思わなかったで あんままり思っっっててそそここでで至ななななかかかた感じじもしれないす <laughs> それいいすすは本人からレスるとゃキングが一番ちょっと疑問に思ってることはなんか初日からちょっと疑問には思ってたんだけど、うん、オムライスちゃんがチユッキー白を持ってたんであればチユッキーに一番最初に敵意を向けたのはキングであり、うんあうん、でキングがずっとずっとなんかチユッキーのことを殺そうとしてたのに,にそいつのことを目にも入らずに私も占い先にも入らず私なんか1位のヒット候補なのに、うんうんうん 優勝に名の歌を占ってる場合なんかなっていうのもあるし、うん、私は結構その点もあって、あんまり死に見えてないっていうのが、お、うん、これ、主観も入ってるけど <laughs> あの、ね。キングさん殴ったなって思ったの、でもそれ以上に私はキングさんをそのとっ疑ってなかったんだよね。純粋に殴ってるけど、村っぽいなというか、狼っぽくはないなって思ってたから、もうあげなかった。それ以上にサウザーさんがしたかった、私は。そう サルザを差し出すかえ、サルザ、どこ今日撮るの ?7 億カなのなんなしなる。俺でもいいけど、わかんない。なをなイなをなげなるかも。え、俺、タイプを上げてることお前さん、お前さんになっちゃう。お前さん、今、なったら紙村になるよ。そうだけど、チーの要素は取れてないんだけどな。ちょっと最後にもうちょっとだけプッシュして。 まあ、オムライスさんが陣外で、チューキーさんが陣外だったとして、あそこまで露骨にかばって、初日に投票集まっといて、出ないパターンの方が、しん、しんじゃないですか。なんか、陣外だったら出るくないですか出て、白っつって、もう、陣だったら100%白刺す予定じゃないですか、もう、チューキーさんに。初日に釣られそうになって、我慢したのめちゃくちゃ心いし、あとね、 純粋に俺チューッキーさんと七尾さんがチューッキーさんの方が余裕で白いと思ってるんですよね正直え余裕で黒いと思ってるから今こうなってる私あっ秋元さん食べる <laughs> また、あ、上村さんにそれを訂正しとくとサウさんの結果もこびで言うとオムライスは別にチューッキーがオオカミだって知ってはいなかったからその発言にはあそのとにはならないと分かんないんだよね村さんでもねえウザ田目線が<っ>オムライスの強人じゃない ちょっと介入したいんですけど、上村さんって、そのオムライスのしか持ってない感じ、秋キさんのシの視点を持ってない感じ。まあ、もうちょっと一回してました。ないなら、神村さ最初に入れるわ。それはもう、ナノの対抗陣営になった。はい、議論時間終了です。投票に移ってください、上村。はい、七尾さんに投票して、まあ、俺が、その、秋キさん視点を持って。 持たなくても、秋政さん視点を持ってる人が多そうだから、一回オムライスさんをの賃上げに徹底しました。だから一回ちょっと考えてないです、秋政さんの視点は。だからまあ、ここまで俺が理由しゃべっても、今日七尾さん以外が釣られちゃったらちょっともう無理ですねって感じです。はい、以上です。七尾はい、じゃあご上村に投票します。まあ、ちょっとグチョブに出てる人は余裕あるので投票させてください。結構オムライスさん中期は白,白 可能性なだけどそれって裏返すと黒黒もあると思うし、あの、上村のさっきの意見だったら、人間人間の根拠にはなら薄いかなっていう感じです。僕だって、地域に3票目でれ,れば、地域知資量だからね、一緒に。そこの間にもなってないと僕は思ってます。以上です。オムライス。はい、菜々さんに投票します。あ、それはそうか。でも、いやー、ちょっとは言えることない。上村さんが全部言ってくれた通りだとは思います。このちょっと流れ、本当にあの、 みんんながが信じっっっててるる状態で安心しし人たちがめっちめゃ怖いといいととうううかもうちょっとピンチどうぞは神、い、さんに投票します、まあ、僕二郎見てるんでもう二郎落ちたら終わりなんですねこのゲーム終わるんで神村さん処刑して、まあ、終わんなかった時に初めて俺の偽とかみんなが考え始めるんじゃないかなと思うんで神村さんは人間だったらそんなに焦らなくていいんじゃない俺のことを信じてない上に人間だった時って思うんですけどはい以上です。 投票はオムライスさんにします。さすがに僕はオムライスさんの結果を見て持ってない上で上村さんに投票できないというと、上村さんに確認したかったことがあったから、さすがに投票できんなと思ってって感じです。行くち。いや、上村もよ、かころもすごいなんかいいこと言ってるなっていう感じはするんだけど、う上辺に感じちゃうのがやっぱり自害なのかなっていうのもあるし、村私、カゴさん、私、オムライスさんで、ね、強人だと思うんでね。 あの朝サウザーさんが黒出した瞬間のあれは諦めの笑顔に見えちゃった私は神村に投票しますほらはい結果私ちょっと迷いつ迷い始めててオムライス進化もって思い始めてます七尾さんに投票します今日オムライスが偽物なら私に多分人狼で出さないといけない日だったと思っててそれを長いし白は人狼なら下手じゃない <laughs> なんか <laughs> 残り四秒。キンダサブ。あれめっちゃ分かって同じことを思ってて、なんか長い隠しろにしてる場合じゃ絶対ないんだよなっていうところと、神村の説得が響いたから、神村の説得が響いたから、ちょっと考えんでもないって感じだけど、結構昨日の床っこの限定も大きかったと思うから、神村に投票します。うです。はいはいはい。はいはい、した長いく じゃあ、オムライスさん投票して、これオムライスさん釣りたいわけじゃなくて、まあ、ポンさんが好きなようにすればいいけど、神村、うんまあ、か,かどうかは実は分かんないんですよね。神村さんがあの秋山さんのシーンを追わないから、こういう感じにしたわけで、キグさんとかかごさんとかも実は気になってるから、なんか神村さんがその視点が欲しかったなとは思ってた。さ、うんはい。 えっとまあ、七尾さんには入れるんですけど、まあ、丁寧に言った方がいいとは思ってるんだが、まあ、グッジョブ起きてるから、まあ、攻める姿勢もポンさんありだなとは思ってるとだけ言っときますね。オムライスが地域に白を当てた理由っていうのをよく考えていて、ちょっと偽でやる理由をあんま思いつかないんだよね。最初から決めてたとかぐらいしかないと思ってるから、うんそこはちょっと悩んでるって感じですかね。はい。最終表ボンさん 自分、ね、上村神村新郎だとは思ってないのよね。上村神村新郎でオムライス狂人を爆上げすることもないと思ってるし、俺野さんが人狼だと思ってるんだよな。<laughs> ああ。じゃ決戦にしようか。神村は人間の可能性が非常に高いと思ってる。オムライスさんに投票します。はい。それでは本日2番7を6番神村の。うん バイバイやびっくりした違う違うってていったかと思ったね違合ってるよね四票ずつの決戦投票になります点目、うん、決まった方からどうぞうんどうかなぁ神村はい村、はい、あのグッチョボー来てるから今日俺じゃなくて七尾さんから言ってほしいんですよあのオムライス支店オムライスさん支店ってチュッキーさんとゆかころさんっていうまあ、うん、人間陣営っぽい二人が死んで、うん、えっと今日 オムさん視点のかなり人間っぽいカメラ死んだら、まあ、グッちョブ出てるからな、まあ、ニミスになるんですよね。うん、ただあの、サザーさんたち視点は、二ジンロを連れてて、もうあと1匹だから、余裕かなりあって、今日う、ナナオさんつっても全然大丈夫で、アキマさんがあと1匹見つければ、もうその時点で罪みだし、うん、で、アキマさんが例えば俺とか占って白とか見たら、俺を連くていいことになるから、今日は落ち着いてナナオさんに行ってほしいです。わかる。それだけ伝えて終わります。はい、ナナオ。はい、えー、っと、まあ 普段の自分だったら自分釣って、ちゃんと考えてとかっていうこともあるんですけど、やっぱせっかく、えっ、ー、と、こっちの釣り根が、まあ、ノリノリなので、うん、この危機に乗じて、まず神村を処刑して、終わればラッキー終わらなかったら、詰めてもらうみたいな感じの方が、その後で、うん、まあ、うん、やった方がいいのかなと、じゃなんか、今日釣られることで負けのい一手が生まれるかなと思うので、ちょっと頑張りたいなと。 手が生まれる。うんうん、はい。負けの一手が生まれる。いはい。では七尾投票二番、上村投票六番でいや決まった方は両手を前に出してください。い大丈夫ですか。いきます。三二一、トン。2> 2ええー。二番の七尾さんに投票する人が一って振ってください。一二三四秒 えー、6番の上村に投票しましたが、1、2、3、4、5票で、本日は上村が処刑されます。理論をどうぞ、まあた。こうなると、村スさん、死んだときは相当厳しい戦いになると思うんで、ねうん、まあ願うは、サルザーさんと秋松さん、しんしんかなとうそ。それだったら、うん、まあシンプルに白い人が多いから、普通に、秋松さん、例えば噛まれても、全然戦えると思う普通にグレスケで戦えると思うんで。 いいんすけど、まあオムライスさん俺はでも死んだと思ってます、正直、オムライスさん。すいません、守れなくて。さよなら。うんはい、神村を処刑したにもかかわらず恐そろしろやってきます。皆さん、画面をオフにしてください。それでは時間の方やっていきます。ご視聴ありがとうございまあサウザー視点も人間になったってことは。 まあおそらくオムライス視点はほぼ,ほ,ほぼ人間なんで、人狼であれやる必要ないんで、神村は少なくとも人間でいいと思ってるんだよね。少なくとも。人狼でわざわざオムライスの肩入りをする必要がないから、サウザー陣営だった場合。なんで、人間ですね、神村は。うーん、まあ、そうだな。 長井ん占った理由がちょっとよくわかんないんだよな秋松さんってどこ占うべきだろうね占い先がもう俺とかなのかなうん襲撃はポンさんに入るでしょまあ長井んかもしれないけどもしポンさんの方が襲撃されてなかったらちょっと怪しいかもしれないね いやどううだろうオムライスちゃんの初日の動きをよく思い出してみよう。うん、恐ろしい夜が明け朝がやってきますやっぱ地域を責められたことにそわそわしてたような気がすんだよなててだ。はい。本日朝を迎えると、12秋政が襲撃されてます。おぉ。時間4分です、どうぞ。 はいおはようございます。人間？<え>うん。オムライスちは？あ結果はいえっとキングさん人間です。うん、秋うん。え？あきまさ襲撃か。え？あれ？ああでもんうオムライス目線ってどうなってるの？えっ,けえっとね。

長い長いキング白白で昨日のコアラカゴの投票が見打ち切れたとすれば事実関係すると菊池が人狼っぽいって感じがないオムライスとしては。っぽいっていうかもうほぼほぼだね。だって俺あの議論する必要ないからね俺は。コアラカゴは昨日の段階でさ本当にオムライスさん本物やと思ってたいやだから悩んでんよ。かもしれないっていう可能性が浮上してるから迷ってた。うん。 のどう考ええっとね、サウザーさんが誰を人狼だと思うかで、その2択でいいかなと思ってて。サウザーのね。で、コアラさんはチューキーさん3票目だから。なんでオムライス嫌なのサウザーと誰かの決戦。サウザーさんが2人挙げるのかと思ったびっくりした。違違違うううなんか俺、カコさんは菊池さんかなと思ってるんですよね。その初日ミュージリを選んだ菊池オア。俺でもチューキー投票してるよ。 決戦はしてるけどもうその決戦入れてる人しか残ってないから入れてる人しか残ってないし、えー、まあこのピンポンも昨日言ってたけど、えー、あの上、まあ、村は結果人間だったと私は思ってるんだけど、うん、私七尾が釣られることで七尾が釣られてのこの紙がすごいあのメリットないなと思ったから釣れたのはみんながすごいなと思ってるんだけど加護さんと私に未戦が行くっていうのが。 まあ、ポンが言ってた通りななのかなと思うし投票履歴だけから言うと、加護さんの方が怪しい俺視点はしょうがなく、ただ、菊池さんが昨日やって、昨日、長野さん投票してれば長野さん処刑できて、その後に秋元監督がまだいいかなと思うから、俺してんだけどあ。じゃあ、サウザーに言っとくと、俺って人狼だった場合って結構、後半票持ってたの覚えてる、うん、覚えてるよ。うん、俺って、あのタイミングでポンさん0の1にしてるんだよ。た、うん、覚えてないかもしれないけど。うん 人狼だったら多分地域守るために2票目をどっか作りんってと絶対強いから、あっこまで票を持ってポンさんに、いや、なかなか入れんからなかなか入れんかかんら怪しいって入れて、しかも次の日、ポンさんグッズをめちゃ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 驚いてる人る。どういう人狼ですかでと、カさんに言うと、私その点はめちゃめちゃ覚えてて、カゴさんとこの1票目ポンの投票って何ってめっちゃ初日から思ってたけどで、確かに地域が人狼だった場合に地域を助ける票でもないけど、 何でもない投票だと思ってて、あそこからポンを殺す投票でもなかったから。えっとね、俺はね、ポンさんに早く投票しろっていう意味でやってるのよ、あれ。10票目でね。そう。それだったら、いや、なんかそれだったら、もっと早めに投票を手放して、ポンさんに投票してって、いや、俺、ポンさん投票見たかったから見てたのよ。ああ、言ってたなかなか行かなかったから、しゃあなしで、あのタイミングでポンさんに行ってる。早く投票してくださいっていう意味で。で、でも。 私はそれは人間要素には取れない側の人だっていう。キング、<の>オムライスさんが巨人ってさ、思うのって、七尾に白を当てたこと、あ黒を当,当てたことよりも、逆に中期白の方かな、うん、私とすると。結局さ、オムライスの中期狼だった場合って、結局<の>、絶対黒結果を持ってグッジョブ出ってるんだから、霊媒師がどっかからか黒結果で出てきて、そこをなんかそいつとライン切らないと思うよ。 ちなみにコアラで言ったら昨日のオムライスのほぼ新要素って白出したからっていうけど、うん、あの段階で狂人が黒出すとほぼ視点固まっちゃって初見、うん、先全部決まっちゃうから、要は、えっと、うん、秋葉さんが出した結果先は全部人間になっていくとかなるから、まあやらないで。提供、はい、時間終了です。うんうん、投票に移ってください。投票ですよ、オムライス。はい、投票はサザーさんにします。私目線三郎ロいるし、なんでここのタイミングで狂人が構えたかはちょっと。 まだ追いついてないけど、確実に一度落としていきたいです。あので、コーラさんに言っとくと、サザさんの言う,あの言うようなことは私は考えれないよ。安心して、<laughs> そんな深いこと考えれないから、大丈夫。<laughs> カさんはい、えっ、ー、と、まあ、投票は菊池に入れます。まあ、基本サウザーの方がシーンっぽいとは思ってんだよ。だからこそこういう投票するんだけど、俺が人狼だった場合、オムライス襲撃しても無理やりオムライスシーンを押すね。昨日の議論するんだったら。 だってさ、そう言う必要なくない普通にサウザーシーって言っときゃよくない俺ジェルあったら何この紙って感じ紙が俺じゃないでしょ菊池はあんまり喋ってなかったから俺あると思ってるから菊池に投票する以上うん。七億はい、ごめん僕はオムレンスさんに投票します弱いけどちょっと他から<わ>あの <laughs> <laughs> 弱いけどね他からだって <laughs> でもだってみんな中期に投票するべきあるでしょ俺からはちょっと選べないかな <laughs> ごめん い投票の早めですと言って言うじゃんリアクションを読んでくださいじゃね <laughs> サワザーごめんなさいキクチーどうぞサザーさんこれい芋つじゃないからちょっとやめてください <laughs> あのいや七尾さんは <laughs> ビュッフェに来たんじゃないから選べないとか言わないでもらっていいですか <laughs> 選ばれる立場にあるつもりもないしそれでも私はちゅうさんの方が七尾さんより人狼っぽいと思ってるから七尾さんとサザーさんを信じてきてるんです ムライスさんは、キングの論がもうクリティカルだな、天才だなと思ってるんで、カゴさんに投票します。うん、以上です。<く>ごめん、カゴさんに投票します。あの、言った通りで、私はカゴさんのことを、うん、なんか、いい感じのラストウルフを早めに始めてた人に結構もうどん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 見えてしまってて、これは疑ってないく中疑ってないサウジャーシーンだと、未だに思ってるから、私はカゴさんだと思ってる。強く。うん、間違ってたらごめん。間違ってる。さあさ い,いやー疑えないけどね、ちょっと普通にジロゲームしたらちょっとカゴさんになっちゃうな。カゴさんに投票します。いやいや、そんな顔しないでよ。大丈夫だよ。カゴ<ぐ>さん人間だってまだ全然勝てるから。ほぼ勝ってるから、このゲームはね。うん、ほぼ勝ってます。はい。こラ<ら>はい、私はこのゲーム始まって2日目ぐらいからカゴさんのこと一回も疑ってなくて、うん、絶対投票しないです、これからも。菊池さんに投票します。うん、いや <laughs> 頑張れ <laughs> 残り2票長井くんどうしようかなえっとじゃあ俺はオムライスさんに一応入れとくんですけど、まあ、ポンさんがまた決めればいいと思って,てあの、まあ、俺はカゴさん処刑したい派で,でなんか俺はカゴさん菊田さんも一人しかあると思ってるんですけどまあ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 、まあ ポンさんの好き合いしてもってる、かごさんで全然いいと思います。あの、神村投票と七尾さん投票の、七尾さん投票の方が黒いっていうのは俺納得してる。はい。最初、ひょうぽんさん。うん、あの、かごさんに投票します。かごさん、菊池の色に秋元さんから色取れば、もうゲームセットだと思ってるから、秋元さんが見てしかないと思っている。し、か、かごさんが疑ってる理由は昨日言った通りです。お村井さん、若干かごあげたのもあるかな。以上。本日。 ペザルの10番、ゴさんですよ、以後もどうぞはいあの、なんか村井強い感じでやってるけど、めちゃくちゃ弱いです、僕人間なんで、はい、残念ですね。えっと、まあ、正直、上村も人間確定していて、俺も人間確定します、これで、えっと、オムライ視点でも、サウザー視点でもね、なんで、ちゃんと人間の意見をちゃんと聞いた方がいいと思うよ。俺がラストオフで、あの動きをする理由って本当にないから、なんでわざわざ、こう、つられ位置になるような動きをするのそれだったら菊池さんとかみたいに、静かにしてた方がいいんじゃない うん、で、俺は言いたいかな。神村とカゴは人間ですよ。村人の人、揺らいでください。オムライスのシーンも追いつつ、俺はサウザーのんだと思っているという結論。以上。カゴさんが処刑されて、夜がやってきます。皆さん、画面をオフにしてください。夜時間の方、やっていきます。ご視聴の皆さんは、もうしばらくお待ちください。 いやこれでもねあるよサウザー七尾朗々あるよこのね襲撃で一番得してんのって七尾さんなんだよねだと思ってるんだよね戦えるか戦えないかでしょ白旗振ってんですよ人狼ってこれ白旗なんです白旗を振ってるってことはもうどっちかに偏った意見を言っていて だから、えっと、まあ、コアラとかも、だから、人狼じゃない位置に入ってる。まあ、どっちにしても、中期投票が強いから、どっちにしてもなんだけど、うーん、どうなんだろうな。そこら辺はやっぱね、人狼ゲームやってたらわかるはずなんだけどな。サウザー視点もわかるはずなんだよね。本物だったら。これ結構まずいっすね。サウザー偽だった時はまずい。うん、秋政襲撃で喜んでるのは誰だ そうだな。ま、あ寄せに行ってると思うけどね。サーザー本物だったら、キングさんとか、誰だろううーん。そろしろがけ、アサガヤさんなら、マストはサガヤさん面に戻ってきてください。いはいはい。ラスト、難しいと思いますよ、これ。はい、本あまだあま。ね、はい。本日朝を迎えると、 4番ポンさんが襲撃されてます。議論時間3分どうぞ。人間。うん。人狼です。大丈夫ああ、菊池さん。ああ、じゃあ菊池さんでも,いいよもう三郎。うん。分かったね。俺しては。ね、俺しては、ね、オムライス強人を決め打てれば3刑できるんだけど、キング菊池 ああじゃあちょっと黒だし私は今日オムライスさんと戦いたいと思っていて<あ>というのもキングさんとコアラさんって私結構初日からチューキーさん投票とか、うん、視点が結構近いんですよだから私はまずキングの理論でオムライスさん巨人かなと思っていたけどもうこうなってしまった人狼なんだかなって思っていてまあもちろんサウザーさん視点でも私釣られても二郎落ちてるから大丈夫ではあるんだけど、まあ、ここまでゴリラできたなら私はもうオムライスさん行っちゃいたいなと思ってるなるほどね まった誰人狼は誰か助けてさん誰人道と思ってるオムラインがオムライスがさんとしゆきさんもうそういうことうんうん。ーんなワイルドなことしてないけどね強人誰っぽいまあちょっと神神村がみんながあけ村さんあらまあそうかだとすればねいシンプルいけどねあの他の人の意見借りたい点で言うと カラ、うん、さんを私は疑ってないし、キングも疑ってないっていうことが前提。だからそこになんか人狼要素があれば、うん、オムライスさん強人でも全然スイーツが乗るけど、ち,ち,ょちょっと無理かなって私は思ってる。キングって結構なんかチューキーに投票してるから、うん、まずサウザーシンの目線の時ってさすがに人狼はないでほしいなって思ってることと、うん、あとオムライスさんの白だからほぼし色でいいと思ってるけど、7号、うんうんね、ってチューキーに投票してんだっけあ、7尾って何っ秋キさんの白なの 秋キさんの城で、チッキーとオムライスさんに疑われて、1ああ、2>, 1, 2票目入れられて、うちはチッキーじゃなくてオムライスさんには返してる。うん。まあ、あの、長井さんの方針に従うけど、私はオムライスさんと対抗で、まあ、釣られてってもって感じですね。うん、な長井どう思うちょっとわからんくなってきたなって思ってて、とからんやろね。な、うんか、サウザーさん、七尾さんの城も漏れてたってことじゃさんの城ってことでしょ うん、いやなんか、ね、キングコアラと菊池がね、トイフレディからめちゃくちゃ人間っぽいと思ってるから、うん、七尾なんかなと思ったけど、あそうか、秋葉さんの城かって思い出したわけいいや。なんか、七尾菊池人狼同士の場合って、チューッキーさんって最強の村人だから、人狼仲間、サウザーさんが霊媒に行て黒を出すメリットはあるなって、なるほどね、だから分からなくなってるっていう感じ。はい<ー>。だらなんか、オムライスさんのキングさん、城キング長い城も、ちょっと俺はひ今になって響いてきてるから、うん、菊池さんはちょっと申し訳ないけど、うん、縄にはかけたい。 あ本当まあいいけど、でもどうせ明日オムライスなん行くと私は思うけどねコロさんのプロは、オムライスのプロはなかなか終えないんな俺は本当にまだ間に合うよ、あんだけやってるからでも結構もうオムライス派だよ結構頼むから…オムライスシェアと思ってどこあらうん、今はね、もうなんかね、いろんな違和感がね、積み重なってるはい、議論時間終了です、投票ニューズ 今更です。菊池。長 <laughs> 井さんが村井さん、白だっていうのであれば、村井さんを釣らない方針になるのかもしれないね。うんそしたら、最後のコアラさんもなあと思ったんで、わかんないです。ちょっと私は、キングと長井さんにが残る村だと思うんで、コアラさんに投票をすることにしました。まあ、村井さん、人狼だと思った理由も、コアラさんとキングさんが疑いないからっていう理由だけなんで、でも、私が釣れるくらいなら、 他のぐらいをつってほしいと思ってます以上ですアムライスはい投票します菊池さんからつろう菊池七尾サウザーでもう固まったし自分ああ、以上ですゴラ<ら>菊池さんに投票しますもう菊池さん多分もう投票先こうなって私に投票しちゃったと思うんですけど初日私ちゆっきー3票目で決戦も入れてるからねもう絶対仲間じゃないですちゆっきーとは どうぞ。うん、まあ、投票、オムライスいたしようかな。うん、菊池、コアラ、キングって全部、通常も入れてんだよね、チキに。で、決戦も入れてるから、まあ、オムライス投票しとこうかな。なんか、ここで争って全部無人になったときはめち,めちゃめちゃめんどくさいから、それはやめてほしいなと思ってるんで、はい、以上です。七な <No, no. S 3> はい、ちょうど、イスさんから、コアラさんには投票できないかな。この菊池。 えー、はいお、森さんの投票でお願いしますキングゾ、うん、長居が、まあ、決戦とかにするのはいいけど私はやっぱり今の菊池はだいぶ不穏だったけど でも、まだ中期の方が人狼だと思ってるのね。えー、<laughs> なので、オムライス投票はして、まあ、決戦でどうしてもって言ったら菊池に変えないでもないぐらいの感覚です。<だ>信じる要素はある。やだやだ。いだけキングさん、全振りございま長井君。まあ、菊池さんに入れます。c o するんですけど、ずっと俺オムライスさん投票したのの、人外投票率稼ぎのためだったんですけど、ここに来て俺人外投票率0%の可能性ができたんで。 ちょっとあの初めての村人なんで、あの今ゼ,ゼロかもしれないです。<laughs> はいでは、本日1番・菊池と9番・オムライスは決戦になります。ペンメイった方からどうぞ、菊池。いや、ペンメイもそう長く初めての本当にありがとう、いもちゃん菊池さんかね。ごめんなさい、そうですよね。コアラさんも、まあ、私が昨日の夜、 考えてきたのはもうそれしかなくてオムライスさん人狼だって結論にはしたんですけどこれまで積み重ねてきたオムライスの強靭要素って私もめちゃめちゃ持ってたんですよ。それで角城の永井さんから言われたんでああやっぱり強靭なのかじゃあ人狼コアラさんかって、まあ、キングは私は人間だと思ってるんでね。ってなったけどうんオムライスさんに言ってほしいなと思います。だって何だろうこれまで出てきたユカコロさんだってチユッキーさんに白を当てる理由ってあの言ってたけどカゴさんは。でもそそれこそう まあ、いやちょっとごめんなさい、まあ。全然釣られても大丈夫です。あのサムザンさんとかが釣られるぐらいなら私でいいです。以上です。はい、オムライス。はい、えっ、ー、と、永井さん、人外投票率ゼロです。えっ、ー、と、<laughs> キングさんを説得しなきゃいけなくて、で、実際、チユッキーさんの怪しいところがあるのかもしれんけども、それは私は弁挽回できんやん。で、私の初日からの、じゃチューキー守りとここまでの動き見て、<laughs> あの、ラスローでこれやってたらやばいし、 なんて言うんだろう一貫してただ素直な占いをやってるよ、ほんまに。占い先も見てほしい。もうどっかで黒出したらもっと早かった。ねキさんに黒当ててもよかったんじゃないかなって思うの。はい、一旦ちゃんとバランスを取ってください。お願いします。以上です。はい、では、投票の人、一番、ちょっと最後の投票の人、9番で。決まった方は両手を前に出してください。これおもしろい。終わるパターンあるんか。いきます。3、2、1、トップ。 1>, 1番の菊池投票が3票。そうね、オムライス投票が2票で、本日挙げてるのは菊池です。以後もどうぞ。こんなに傾き切ったジェンガでこれからバランスをとってどうするんだって思います、うんうん。もう手の施しようがないと思いますよ。じゃオムライスさん、じゃあ私、人狼で、じゃコアラさんの色見て何を出すのか、もう人,狼あ人間しか出さないんですよね。 うーんまあでも私がねちょっとコアラさんっていうところに揺らいじゃったし初日の、ね、中継さんへの視点の向け方で信じてた部分を、まあ、一瞬でも抜けたのが私の敗因だと思いますけでもでも明日にはまたみんな正気に戻ってくれると思うのでよろしくお願いしますあ新潟はうんとあのイタリアンっていう焼きそばがあります食べてください以上です 1が処刑されたにもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。皆さん画面をオフにしてください。オムライスにそれでは4時間のやっていきます。皆さんのしばらくお待ちください。対抗患者ダメじゃない？オムライスに塗られた対抗患者ダメだと思ってて。そうなってくると外側にいるんでしょ？サウザーの候補って誰よ？もう？コアラは違うじゃん。どう考えてもキングさんとかなの？無理じゃね。 これサウザーは偽じゃな、ね、い普通に。ああ、今生きてたら偽まで行けたかもしんないな。だって菊池でもないんでしょ候補がいないじゃん。キングコアラのどっちかで。じゃあ、キング。で、キング、人ンロだったら。どういうことまあ、キング、人ンロか。確定だよね、多分。え、でも、そっか。そうなってくると。 そうかそうか。んー、なんか変だな。オムライスチャンス店。狂人だとして。ソロシエが、朝がやってきますさ皆さん画面に戻ってきてください。キングジンコーラ襲撃でしょ。これあ長い襲撃か。い長い襲撃で。本日朝を迎えると、長い5番、長い君が襲撃されてます。議論時間3分。人間お願いします。 もうこっちの視点からは言うことないんだけどないねコアラはオムライスいってるミ,ュー,トあミュートなって、ミュート,ミュートなだって。もうなんかね、ちっちゃい違和感がポンポンなんか残ってて、例えばえば、っと、チとッキーが初日処刑されて何もカミングアウトも何もしない弱い人狼なのかってこととか、うんうん、ポンさんが初日襲撃されたのって、菜々さんに投票してんだよね、あれね。あれ<う> 決戦知らない。決戦は中期投票です。あ、そうなんや。うん、うん、まあいいや。<laughs> うん、まあどっちに、<laughs> どっちにも投票してるから、まあ人間っぽいはあるよね。まあ、なんか、ね、なんかポンさんは、な、えっと、の対抗は七尾さんがいい。って言って、うん、七尾に投票して、うん、決戦弁明を聞いた結果、中期に投票を変えてるから。うん、七尾さんのこと人間らしいと思って、うん、投票してると思ってほしいな。 <地>うん、その後の議論も中止一貫してサウザーと秋政を真と言ってましたまあ初日襲撃のことだけだから私が思ってたのうんそうあかるよ、うん、まあ村人やか分からへんよそれはのでその上でその上で俺が人狼だった時は初日にグッチョブが起きていてポンでグッチョブが起きていたことを知っている人狼が霊媒と言って人狼結果を持ってきてオムライスとわざわざ結果を割った上で、うん、ポンさんが霊媒の可能性もあった上で俺が先に霊媒使用している構図 を考えて欲しい,ういう、うん、キングコアラにどっちのかに言ってる。うん、待って、なんかそれを聞くとなんかあれ、サザジンのかもしれな,しなんかチュッキ,キーが処, <laughs> うう処刑されて、オムライスというところがあんまり間を置かずにカミングアウトしてるのね超人、はい、また、うん、たそれって人狼の動きじゃないなとも思ってる。超人、うん、またない<あ>ちょっとでもね。 俺が人狼で、あ、俺は人道、俺が人狼結果を持ってきたから、それはもう即座に使用しないとよくないだってその場合だ、場合って、狂人が出てくることを待ってるわけなくないってることある。オムライス人狼が予言を使用しました。ディカコロが狂人を待ってた場合って、もう二郎連れちゃうのよ、そのまま。俺が一学しちゃったら。あ、新郎市か。でもまあ、オムライスが出てくる必要も別になくて、別に地域に城を当てる必要もない。 それはそう。それはい、それはそう。しかもか初日からそ,そ,そう,そう初日からから守り方して二人で殴られなくていいんだよ。そ,<う><に>それは分かってるよ。それはもう分かった上でやってるよ。<laughs> そう中期にしろ当,当ててるからすげえ自分の首締めてんの。え、でもさ、なんか、チユッの役職しようをしなかったからイコール人間にはならないと思ってて、うん、中期ってーに言っ菊池七尾のこと怪しいって言って、3人もぶん殴っておいて、あとで役職しようって、誰をしろっていう気持だったのかもあれしれなし、その動きが人狼っぽくなくて、すげえと、えっと、決戦投票の弁明の時に敵作りまくってんのね、あの人。え、敵作ったから人間にはならないと。思うなんで私ないの 結局だって3人から投票されてんだよ、疑った。木口キングコアラから。まあ、合ってるんだよね。はい、議論時間終了です。投票に移ってください。さあ、どうはい。おもらいさんに投票します、うん。ちょっとね、コアラキング盛り上がってますけど、ムラムラの話ありますから、<laughs> そこは一旦落ち着いてもらって、はい、以上です。 はい、コアラキングはムラムラです。えー、っと、<laughs> じゃ、いやっと、菜々緒さん、サウザーまあ、うるさいなサウザーさんなんですけど、いったん菜々さんかすみます。の方が多分みんな心が楽だからね。<laughs> <laughs> で、リングさん、地域さんの黒要素を上げたとでもどうしようもないの、ね、よ。本当にお願い。あの、私が人狼でこの動きをしてると思うんだったら、仕方ないんだけど、えー、思わないでほしい。し、コアラさんもどう考えても村でしかないじゃん。あの思考転換は以上です。 ははい、い、七尾ささんん、はい、投票しますそれ、ね、僕はままなないいいよね痛まない痛まない、僕もね、な,なんならああの地域と同じで使用できたよって、そこは誰も触れてくれないんだなと思って、条件同じだと思うので、はい、お願いします。はい、コーラ。はい、まあ七尾さんに投票します。まあ七尾さんは結局、だから暗い自分のチームを下げて自己紹介した最低な人狼だったってこと。 なんだなって。大終票、キングさん。うん。いや、なんか、まあ、ごめんね。ごめんね。多大に間違ってる気はものすごくしてるけど、オムライス投票にします。オムライスさんに言うと、あのチューキーから離れてって言うけど、村人としてはそれが全てが要素だから、チューキーと <laughs>、チューキーが黒かったか白かったが、イコールサウザーの信用商品に直結するコアラのことはもともと疑っていないので、 7、まあ、はいつもこういうことするからなんか自業自得かなとは思うけど、人狼だったらもうちょっと自己紹介考えてほしかったなとは気持ち的には思います。長いコアラキングのことを疑ってたから全、ね、色だよ。中継は言っとく、はいはい。では、本日聞かせるのは9番オムライスです。英語をどうぞ。いやー、すまんな。ちょっとあそこのなんかいろんな紙とかちょっと強かったですね。はい。えっと、キングさんとは仲良くなれると思っていたのに残念です。 以上です。はい、こういう時画面をオフにするんですよ。はい、オムライスさんが遮蔽されて。結局の決着がつきました。人狼と村人の数が同数になります。人狼陣への勝利です。はい。はい、そう。かっこくはなれるよ。まだ。大丈夫です。うん、<laughs> そうなんですよ。コアラありがとう。えー、うん。はい。みんな戻ってきたかな。

勝ちました、ジロジェの MVP をサウザーに差し上げたい。ありがとう強いです。ジロ仲間のポンさんが初日に上がってまして、ジュッキーはんとかすることが始まりました。ジさんが上がってまして、ジュッキーはなとかることがジんュッキーはとか初日これた。んですが新予言がえっジュッキーとロの城を初日で持ってたことで、ナナオがパンダになったことを考えてください。さん人狼目線で。 普通出ないですよ、冷媒で。で、出るとしても、中期黒ではなかなか出れないと思います。それが最終的には人狼要素とかね、キングさんも言ってましたけど、まあ,あの時点ではそこまでする必要がやっぱりないと思う、思っちゃうので、やっぱさザは進化なって。まあ、グッジョブがね、うん、出てるっていうきつさもあるんですけど、うんね、逆にグッジョブが出てるからこそ短期決戦ができないから、こうやってみんなちょっとずつ真相には近づいてきてたじゃないですか。ここで初日 中期黒で出るサウザーがやっぱり人狼として強いなと思いましたサウザーに差し上げたいと思います。ありい村人陣営の負け m VP は上村に差し上げたいとありがとうございます。めちゃでかった。早かったなあいつなんか。めちゃくちゃ早かったですね。そのまあ夕方頃とかは結果も見えてたり、初日からサウザー疑ってる視点とかがあったりでこう綺麗にまあ自分のえっと役職の位置からめちゃめちゃその陣営は見えてたと思うんですけど上村の位置で 結構村はみんなサウザーシーンって言ってる中で、ううもうオムライスの、さんの新要素めっちゃありますっていう。あのサポートは、釣られちゃいましたけど、めちゃくちゃ強かった。と思いました。神村、の、村人火力が強かったと思います。神村に差し上げたいと思います。よし。心痛んだ。<レ> <laughs> 事務所は秋間さんにあげたいと。思います。ナイス。ありがとう。 まあこれはたまたまかもしれないですけど、まあ、ポンさんしろっていうのがね、強人っぽくないというか、結局噛む、む紙っていう選択肢で噛まれちゃってるんであれなんですけど、それは菊池もうまく使ってましたね、こうグッジョブ先のポンさんに白を当ててるのが人狼なん、偽だったら人狼なんじゃないかみたいな推理で、村人にそっちに、えー、オムライスさん新視点は、木本さん人狼もあるみたいな、うんえー、視点を持っていけたのが、まあ、めっちゃ強かったと思うし、まあ、2日目7、七五四郎。 どっちの結果も強かったと、思いえした、めちゃめちゃサポートできてたと、思います狂人のンのアクセさしていたいたます。いありがとうございます。名言賞は、めちゃ面白かったです。おぼえやっと、うしい、今さん皆さん面白かったので、ちょっと、なんか、言いたいと思います。<laughs> うん、えー、え菊池の

ゴリラしてもいいし、猫パンチしてもいいです。あー、かわいかったのと。というわけでね。かわいい。ヘキそばって言おうとしてたのをみんなのそばにいられないからねって言って、しかも、でもこいつ、さらに汚いのが、霊界ちょっともうそばの人で入ってきて、これを自分の名言賞にしろみたいな感じで、ちょっと押してきてるんですよ。かわいいよかわいいよね。逆効果やっもう願うしかない。名言賞ではないんですけど、ちょっと7尾の。 ちょっとねチクチクして申し訳ないんですけどこっちの陣営がノリノリなのでこれに乗じてってめっちゃ人狼っいこと言ってあれやばかったよめっちゃ人狼ですよあのっちの面でこれに乗じてって村艦長で出ましたあれもうやばかったねやばかったよ確かに。 デュッフィに来たんじゃないから選べないとか言わないでもらっていいですか僕が大好物。僕が大好物です。人狼,人狼同士なのも面白い。どうだね確かに。何言ってんだよ。はい、というわけで1戦目こんな感じでした。はい、ということで2戦目も村人でございます。いや、1戦目悔しかったな。もうちょっとだったね。うん。いや、言うほど偽っぽくはなかったよ。 やっぱり、シンはね。七尾さんもなんか普通に人間っぽく見えなかったし。でサウザーがやっぱ強かったね。サウザー村をきしてたしね、初日。それはちょっと嫌だったかな。なんかやっぱ、そうだな。コアラにいいパスつなげたのはよかったかな、個人的に。なんか北陸っぽいパスワークでしたね。うん。それ、神村もやっぱ早かったけど、全振りは。 どうなんだろうねあれ空振りしたとき結構ひどいことになるから、ちゃんと両方追った方がいいかな。両方追った上での結論なのか,かもしれんけど。うん。そうかって感じだったね。なんかあの、理由がちょっとまだ固まってなかったかなっていう気がするんで。ちょっと理由探したんだけどね。一番しっくりくる理由は、オムライスが強人だったときに人狼一度こってる。はい、皆さん画面に戻ってきてください。いやもう全力でいこう。

じゃえっとですね、今日はですね、あの、土曜のうちの日ということで、えっと、白焼き、かぼ焼き、白焼き作戦です。白焼き、かぼ焼き、白焼き。はい。説明してください。えっとですね、単に言うと白黒白の3セットで、あの、リレーを繋いでいく形になって黒。まあ、かぼ焼きになった人が、一応、トリノ大賞4人になるかなと思っています。かぼ焼きが黒なんでかぼ焼きが黒になるので、で、10人までやって、えっと、こに2人はやらない。 っていうふうな形でやってみたらどうかなと思っています。うん、はい,い白。白。白も、白。9名、9名。白い人、9名やる。るんその三説、9回、<中>最後に選ばれた。

白を選んでください。はい、は残り2分ぐらいまでに皆さん話しながら回していきましょう。じゃあ、オムライスで。オムライス、はい、オムライスが白です。でオムライスは白黒なのです。黒でい、うん。黒を選ぶ。そうそうそう。人力っぽいと話しながらでいいよ。はい、ちょっとだけじゃ聞きます。うん、いどうしたんですか んどうしたってなんですかねちょっと一個だけ聞いて。そうですよ一個さんいいよ。あの、ポンさんの作戦やけど、菊池も知ってるっていう前提にかな。あ、菊池が理解した。理解した。そうそう。このペースでやってたら無理だから、もうインスピレーション。だと。行き当たりばったりのやつだと。プロっぽい人プロっぽい人もう、神村神村神村さんだ。早くな。いかな

うないバロサバロさんあでか、俺、早く議論がしたいよ。コアラさん、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 白選んで。白ロはい、じゃあ、秋まさサ。アキマさん、黒を選んで。こっちやんだよな。早く。タオさん。はい、オッケー。じゃあ、カ村バロ俺ね。

サウザーさん黒選んでチェッキおろかん。えこん中から？えいないのあんまり。はいしようや。じゃじゃ七尾さんにしよう。はいオッケー。終わり。神村バロが五七尾。ったのが菊池とポンというところが残ってで黒になった人がキングじゃなかった神村バロあま秋松。じゃ七尾この四人でいいんじゃない？あ違った。

なんかこうなるのが嫌だったから俺はもう霊媒が一人出りゃいいやんと思っちゃったんだよね最初。なのになんか菊池さんがなんかバロスからでっていう進み方したらちょっと疑ってるって感じ。ああそうなでそんだ。ああそです。言えばよかったです <laughs> <laughs>。でもとりあえず私は神村があのー、人外なの分かったんで、色次第だけど村井さんのことをめちゃくちゃ今村だと思ってるけど、うん、まあ神村が教授になったらその限りではないが。うん、ああ、それはそうか。神村あげる上村あげる時に結構誰結構 菊池さんがフォロー入れてたから、菊池がずっと上村顔が怪しくて、私も怪しいと思ってたからいいなと思ってたんだけど、だからまあ、私池はちょっ言ってない。あ、ごめんなさい。なんか、俺は上村さん実はちょっと新派で、オムライスさん疑ってるからバロが下ろしたんじゃないかっていうちょっと感じで。でも、長井さん、その場合さ、キング、標人ってことえっとね、キングさんが。 どっちかは分からないけど、うん、あのなんか神村さんのキングさんとたとのびっくり顔は、なんかちょっと俺出てくることを知っている人外にあんまり見えなかったのっ <laughs> なるほどねなんかお前さんか神村さんおろしたのって、なんか周りが言われて適当におろしたと思ってて、なんかその言われた人が人外,だああ人外なんじゃないかっていう懸念がないなと思ったかららってて、バロンタがそれだけ、はい、い。長いにこれ一瞬だけ、はい、一瞬長いにだけ言うんだけど、<ー> まず、キングが強人だったら、あんなクソ怪しいご主人の可能性が限りなく高い神村にすぐ対抗できません。で、人狼だった場合は、せっかく長井が白って言ってくれてるのに、私が出る必要がありません。っていうことを長井には言うと。予言者です。予言者。予言者、存在予言者で、うん、コアラ人間、うん、グレーから行きます。グレーから行きたいんだ。 だからで、しょ私も今の段階だと上村に票が集まりやすいし、上村新目線も終えるので、私はキング死んだと思ってるけど、グレー行った方がいいと思うけど。そうなんだ、村ミムラんだ。まあまあ、出ちゃったんで、出ちゃった上でちょっと話してもらっていいですか。誰怪しいか、グレーで。はい。上村さんがなんか行った方がいいんじゃないか。あ、そうね。今だと本当にそのまま長井さんに返しちゃいそうで、その適当に下ろしたよねっていう視点を持ちながら、その懸念まで取る、あの時間、私取っちゃってて、 なんだろう実際話し合いも進んでない中で、結局その子に乗っかっちゃったことに対して、懸念を取れっていうのは結構求めてるなって思うから。ちょっとか、ちょっとか、っとと一応、先は、あの、もうその限りじゃないので、普通にどこでも与していいことにしますはい。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 い。は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 い。あい。は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 い。あい。は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 あはい。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 い。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  神原原さんに聞きたくて、キング教人ってことって、なんかどういうこと違う、長井さんって疑ってたじゃん、まず俺のことをね。でも、キングさん出て、俺を選んでるのね。人狼同士だったら選ばなくないっていう説明をしたかったんだけど、長井さんがそれを疑わず俺って言ってるから、ちょっと怪しいなって今思ってる。たぶ知らなかったちなみにキングさんがバロさんは言ってなくて、俺はオムライスさん来てんて言ってるのに。だから、バロさん単体で怪しい要素はない。そう。 なおさんだけ人間っぽい。だけ人間っぽい。わかるわかる。他わかんない。誰もじゃ喋らない。若干、カゴさんも人間っぽいかなとは思ってまもカゴさん人間だと思ってる。人間いるかな。教えてほしいな。私、原稿できるんだけど、カゴさんの霊媒師が2人いた瞬間に、こうなるから最初に出したかったんだよって、のかフラストレーションの感じ方が人間っぽいと思ってる。同じ。 個人的にはさ、バロさん、コアラが、<laughs> 秋政さんのどっかにいそうかなって思っていたけど、コアラさんに城が当たっていて、どうなっちゃうんだろうっていう感じがしていた。もう推理が全然変わっちゃったかなって感じになってて困ってる。<laughs> 次期3人から行きたくなくなってきたかも。長いあちょっとまだオムライスさんの言及まだするんですけど、オムライスさんって自分が選ぶ段階で結構いろいろ考えてて、 結果、その時間があったのに誰かがカミラって言ったかカミラって選んだと思ってて、そこを指摘したのは俺は求めすぎではないと思ってるあれ怪しい人見つかりました。私めっちゃみんなうわ全員しろって思っちゃったんだよな、ちょっと。全員しろうと思って、この長いオムライスのとこ手つけたいですか置いときたい。まあ別にそんなにみんなで決めほし、別にどっちでもいい。ああ、これは何よ。じゃあ、二択いい、よはい議論時間終了です。投票に移ってください。カゴさん。はい、ごめんねさい。 すするけど上村投票します、まあ、俺、神村霊媒じゃないと思ってて、俺が霊媒師だった場合、黒って言われたときに、すぐもう霊媒師っていうか、もしくは言わずにこの作戦遂行するんだったら、俺はもう潜り切るかなと思ってて、あんなにすぐ出るってことは俺、人外だと思ってる、はい、シンプルに。はい。あきま、はい、投票はバロさんにします。なんかシンプルに僕はあのさっきの発言が、キングバロがおロ々に見えちゃったっていうふうな位置してん。 ただなんかサウザが一覚していることを考えると、例外心境かなというのがあるんですけどって感じ。長井君はい、えっと、言った通り、オムライスさん投票で、で、なんかまあ、バロさんも、なんか結構、なんか自分のシロアピー、俺のシロアピーの仕方、なんか周りくどいなと思ったんです。キングさん2世だったり、ら人狼とは限らないじゃん。なんかそれを使って、長井オムライス長井さん怪しいって言ってくるんだったら、バロも結局怪しいなというスケールです、それは。はい、キングさん。 はい、ごめん,、うんと、神村に入れたいとこなんですけど、私、神村の強人の可能性が結構高いかもしれない気になってきたので、グレーくんだったら私は秋キさんに投票したいと思います。うん、と結構、人狼としてはある位置だなと思っていることと、高野レディースに次ぐと本当に高野がこの場にいたら私のことを信じてくれたのに、今この場に必要なのは高野です。カミ<村>はい。 投票はオムライスさんにします。長、まあ、井さんのこと人間決めうってて、長井さんの視点を進めたいと思ったからです。カゴさんの言ってることはね、それ人それぞれで完結できるんですけど、カゴさんから、ね、人外ポぽさ感じてないんで投票はしません。以上です。オムライス。やばい。私、長井さんに入れるって言ったけど、この殴られ方人間な気がしてきたんだよな、長井さん。全然人間だと思ってるわ、ごめん。で、秋元さんにめちゃくちゃ重ね たい気持ち悪けどキングさんのケアできてないって言われるよね多分ということで私は白予を拾えなかったなナオさんに投票しますあこれは結論ハーストではなかったなオーサー <laughs> サウザーさんごめん神村に投票させてください神村長いって金を挙げた人間なのにそこを何も考えてないのかなっていう感じがしているグレーだったらキングと同じか秋政さんがすげん怪しいかなと思って以上ナナオ パロディ投票します。なんか長いも言ったけど、なんか、その自分の指導要素が、長いにしか向けてない感じがして。なんかそれは響かなかった、僕に響かなかったなって感じです。以上です。菊口。はい。 うんポンさんとチュッキーさんどっちかにいるかな、その位置、ポジション的にいるかなと思ってて、まだ票持ってるチュッキーさんには投票します。あとの人に任せます。えっ、ー、と、かごさんのおっしゃることはすごく分かるんですけど、上村さんの生きてきた地域とか人間性も尊重してあげてほしいんですけど、<laughs> どんなに違う人間も似たとこってあるんですよ。多分2人はおでこだけ似てると思います。うん、以上です。みんなおでこあるぜあごめん。どういうことです。<laughs> なんか土用の丑の日の作戦なのになんかうなぎの話一個もしなかったのがすごい残念だなうだ、ね、と思ってう、うんまあ、投票はバロさんにしてますバロねジュッキーいや私さゆかころの投票待ってたんだよねなんかゆかころの長いオムライスをなんかどうしたいっていう質問が結構気になっててゆかころがどう思ってるのかすごい気になってたんだよね 長井か,かオムライスのどっちかに人の仲間がいる床頃人のだと思ってるから一応オムライスには投票してみるけど長井さんの可動性もあるからちょっと困ってます床頃の投票すごく注視してほしい床頃、うん、加護さんに捨てますごめんなさい様子にならなくてでいやわかんないなんか長井さんオムライスさんの議論は私は旗から見てんわかんないからその主観同士のぶつけ合いはね、うん、だからそこに釣りでサウザーさんが処理をしてって占い当てずに もうなんか2釣りで1陣路落ちるとかそういう算段があるならそういう釣りをしちゃってもいいかなって思ったら例外結果が当てにならないゲームだと思ったからっていうぐらいです。7、うん、尾さんだけ人間だと思いました。バロ。うん、これ無理だね。石石 e o カゴさんに投票します。まあ、サウザーさんが決めていい。神村さんあげるで神村さん釣りでもいいと思うし、グレー釣ってもいいと思ってるからとのこの投、今度票以上。最終票、サウザー。うーん、どうしようかな。 うん、どうしよっかなちょっとごめんなさい。ゴさん投票して、えっと、騎士は全部出てください。まあ、基本的には騎士、バロさんは処刑はしない方針ではいますけど、とは思ってるけど、騎士が出たら考えてくださいってぐらいで。はい。そうみんな僕に謝らないで投票してください。普通に思ったところに。<laughs> あんまり僕のことは気にしないで。はい、以上です。 アイデアは本日、バロオムライスカゴの3人決戦になりますかね。アイデアは弁明決まった方からどうぞ。オムライス。はい、オムライス。特に言うことは実はないです。えっとね、な、が、いさんにごめんして当てすぎたけど、多分あのロックはめちゃくちゃに村人に感じている今はな。ごめんねって感じで <laughs> 結局、キングさんが私、ちょっと新ンぽく感じていて、なんで、秋政さんへの目線、めちゃくちゃ良かったなって思ってますもう一人、誰だっけ、秋政さんが一番、あしい、ポンさんだっけな、なんか秋政さんのことに目線向けた人もういいなと思っている。本当に、それ、意外は特にごめん、見えてないです。以上です。タコさん、はい。うん、まあ、でも、バルさん、一応、人狼の歓性あるから。 あのそこだけはみんなちゃんと考えた方が良くてそこに投票した人とかも考えてほしくてオムライスはあんま疑ってないです上浦さんを人外でどっちかというと人狼もあるなと思ってるからっていう理由秋スさんは俺が早く選んでって言って俺の名前を挙げたのがちょっと怪しかったからキングさんのしては結構いいなと俺も思ったかなんまあさあざあ余計でしょ人狼引けるよね当然と思ってますはい バロまあ、オムライスさんの方が人間だと思ってる。うん、なんか、そこで、なんか、長井さんやめた、秋松さんも怪しいけど、とりあえず、七尾さんが結構人間だと思ってて、秋松さん結構怪しいと思ってたから、で、ポンさんって、秋松さん怪しいとは言ったけど、投票は違うところに入れてるから、結構つながりあるなと思ってるっていうのが、主観です、以上。はい、では、バロに投票する人は7番、オムライスに投票する人は9番、カゴさんに投票する人は14番で。 決まった方は両手を前に出してください7番9番や,やこしいですのではっきり出していただけると助かりますでは行きます321ドンはい7番のバーロンに投票してる人が123票9番オムライスに投票してる人が123455票10番カゴさんに投票してる人が1 2 3票 3> 1> え1、2、3票。うん11時合ってるね。うん、ということで、本処紹介れるのは、番オムライスですよ、言語をどうぞ。え、そうやろ、死ぬんや。えっと。あ、まあ。えー、なんもないかえ。なんもないな。あの、強く頑張ってください。以上です。うん。強く頑張ろう。オムライスが処刑されたにもた皆さん、しばらくお待ちください。 いやー、キングさんの投票編だなー。秋松さん、疑いなくなったんかな秋松さんって俺を、人狼、人狼じゃない、黒って挙げてる人で、でそれを俺が弁明で言ったはずなのに、俺に入れてきてるから、ちょっと気持ち悪いかなうーん。まあ、俺に入れてきてる人は、バロさんと、えー、っと、神村の狼がないってことだよね。 俺は三択に戻すた人だからね。グレーでいいよって言ってるけど。俺は霊媒行くから、まあ、別に三択でいいよ。っていうのがばらけるとね、俺死ぬと思ったから嫌だったんだよね。結構表ばらけると人間が死ぬんで。だからオムライスも結構人間寄りなんかな。ちょっとわかんないけどね。人狼だったらでかいけどね。オムライス人狼だったら どういう仕様になる騎士仕様するよね。オムライスじゃなくて騎士仕様すると思ってる。バロが騎士ならね。そうだよね。だから割と人間寄りで見てるかな。うんもったいない気がするな。単純にうん変かな。なんかポンさんと地域。 怪しいって言ったら菊池さんは割といいなと思っててストレスのかかり方が人間っぽいストレスというか普通に怪しんでるっていう話をしてたんだよねこれはねうん霊媒が出た方が良かったんじゃないのって思っててその進行をせずに急になんか番号を振り出したからちょっと怪しいんだけどでも菊池自体は今疑い下がってるかな結果ね 結果下触ってる。うーん。まあ、なんかあんま喋ってない中にいるんじゃないかなシンプルに。今日の議論は喋った方が損してる気がするね。割と。バーロさんがどっちなんだろうね本物なら本物でいいけどね。恐ろしい夜がけ朝がでやってきます。皆さん、画面に戻ってきてください。村人としてはやっぱそこはちゃんと考えないためにね。はい,い,い。本日、朝を迎えると。 番コアラが大きい声2日目議論時間6分ですどうぞ。お願いします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 。お願いかます。お願いこまかお願いします。おはいします。お願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 いしまおいしまお願いいでかいでかす。いしまいしいしまいしまいします。 私もコアラシンないと思ってるからびっくりしてるんだけど。バロさんは、ちなみにタイで出てこなそう。バロさんへの。そ今はまだいいかな。でもまだいいかな。ポンさん人間、中期、ジンじゃない。ないポンさん人間です。本当の結果はポンさん人間です。やめ待って、でもジンロ仕様に見えたけどさっきの。 チュッキーさんの。ああ、どっちか分かんないんだよな、これ。何て言ったんだっけ俺、あんま分かってなかった。あ本当の結果はポンさん人間です。チュッキーは推理で人狼だと思って人狼結果を出してます。そうじゃなくて。んが聞きたいのは、菊池が誰だっけ菊池だっけ人狼しように見えんだけどって言った。はい、チュッキーさんが、えっと、え、サユザーさんになので、コーラさん、だねって私言ったら、ないよないよってカゴキングに言われて、私もないと思ってるんだけど、で終わったことが、ほぼ。 人狼しようでふざけてるのかなって思います私もなんだってフォアラが本物の幽霊者だったらサウザーに人間って言われて出ないわけがないと思ったからフォアラ以外に幽霊者がいると思ったんだけど出てくれないからサウザーグレーとして私はままああグレーとして扱ってください俺もどっちかわかんないで人狼だと思ったらそのまま継続したけどわかんないからもっとよかったもっとまもっとよかったのねなんかシンプルに聞く血が 人間っぽい、木口さんが人間っぽいと分かった。コアラって誰投票したコアラはバロ投票です。いや結構あるんですよ。決戦は入れてないんですよ。決戦は入れてません。決戦はポンさんと長井さんというカコロナさん。まあ、グレー継続します、こうなったら。はい。責任に取ってサウザーはサンの位置を上げてください、すなんで俺なんで上げなきゃいけない ただねー席にはとんないといけないもうほぼほぼバロ人狼にちょっと見えちゃってるけどねこの髪をなんかその推理をしたいからわかるよその推理したいから俺は騎士出てほしいって感じだよね。うんうん推理してるから出てください出れませんからね出ます騎士です OK ういジュッキーさん行きたいと思ってしかも出しサウザーさん守れるんで大丈夫ですあそれなら行きましょう申し訳ない小原さん守れるとサウザー守れます まあ、これを、これを嘘やか言えれいこれ守れないでしょ。どっちにしろ多分、菊池さんとか外してグレー行ったら、菊池さんの言ってることが本当かどうかわかるから、別に分からないであでも、だからと言って、なんか、中期に行くってのは、そこまで、なんか、そうそうそう。 多分チ菊池さんは、菊池さんはたぶんそのフィルターがかかっちゃってるから、その思考が強いと思うから、一旦菊池さんにも引っじゃあ、菊池さんがサウザー守れるっていうのは、レイローラから入って、サウザー越えしてください。バロさんは今日は外して。レイローラから入っ神村からすってもいいけど、レイローラから入ります。1個だけ訂正してください。レイローラじゃなくて、霊媒師の偽物だと思ってるやつ。ああ、じゃあ、それで、まあまあまあ、そちらにせよ、まあ、霊媒師から登用してください。霊媒師どちらかに登用してください。はい、はい。 よし,し,なよ,しよしじゃねえよ。えっと、菊池さん本物で、俺、菜々さん、美白拾ってて、えっと、オムライスさん、白見たけど、俺、長井さんの人間は全然外してなくて、ちゅきさん、木正さん、ゆかころさん、かごさん、かごさんは人狼っぽくないって言ったけど、ちょっとまあ、今、白撤回はしてて、その4人の中って感じですね、俺は。 キングさんの神はちょっと微妙なんですよね。狂人か人狼かあんまり分かってないけど、ちょっと人狼っぽいかなって思ってるけど、あんま分かってないです。えっと、神村にヒントをあげると、とキングがうんとキングが人狼だった場合だと、とキングって、なんか中江がなんかバロのことをあげたいあげたいって言ってて、私がなんか、じゃあ私があげてあげるよって言って、仲間のバロを差し出したことになるからね、っていうことだけ言っとくから。うん、バロを人狼だと推理するならね、<ー>菊地を本物だと思っならね。まあ えバ,バロとキングつながらない理由は何、はい、なんだだから、蒲焼き作戦の時にうのと長井がバロのことをずっとオムライス囲ったって、騒いでて私もちょっとバロ疑ってたから、長井が白しかあげれないんだったら、私が長井の代わりにバロあげてあげるよって言ってバロのことを投票対象にあげましたあ。なんか上村さんが長井さんの白決め打ちまで言い切ったことって、なんか相当強い要素があると思ってるんだけど、うんまあ、キングさんの打ち上げがわかんない状態で何故ですか、うん 僕は初日の作戦の時に、オムライスさんにあの時間がないからそのペースでやると議論できないっていう、あのもう初日からの,あの姿勢だけで決めっちゃってるんですけど、まあも、もしかしたらみんなにはちょっと伝わりづらいかもしれないですけど、ああ僕はそれちょっともう決めっちゃってるんですよね、長井さんのこと要素としては理解です。投票って洗ったっけバオさん投票って洗ったっけって、うん、洗うか。バオ<え>、ま、さん投票 通常票。バロに一回でも投票したことがあるとでいいじゃない？あ、そうでしょう。そっちでしょう。秋馬さん七尾コアラが通常票で決戦も入れた人は手挙げてもらえれば。決戦はポン長いころだけ。めちゃめちゃ人間。きたいなって思う。めちゃめちゃ人間。バロ決戦は俺が言うのもあれだ決戦は怪しいけどね。ポンさんは白だけど、ゆかころさんとかまだ俺わかんないよ。どうせしないやろっていうのはあるよね。じ俺が俺が人間ってことだよ。床転は七尾の白拾い。あ、方が結構人間っぽいな。 私決戦でも入れないと思うんだけど、もし人狼の仲間がボディーガードって言ったら、いれる理由がないと思っていて、うん、入れなくていいために言ってると思ってるんだよね。そうだね。はい、議論時間終了です。投票に移ってください、バロー。な、まあ、カミラさんの方に投票します。なんか、これ一っくと結構シーンになれると思うんだけど、俺今日、菊池守りするね。菊池守りで菊クがサウザー守りすれば絶対大丈夫だと思う。俺が噛まれても大丈夫だと思ってるからこの護衛先で。言っときます。以上。神村 えキングさんに投票します。うんまあバロさん、人狼だと思ってるから、まあ、キングさんのアドバイス通り、キングさんは強人かなって今思い返して、まあ、そうなると、その4人の中に二浪なんですけど、あんまり差ついてないんですよね。でも、バロさんにあった秋元さんが投票履歴あるなら、秋元ちょっと下がるかなって感じです。以上キングさん はい神村に投票しますバロの提案でキングがまあ大丈夫だなサザーダメだかなダメかもしれない私あのチユッキーのあれは結構人狼しようだってすぐ言ったキクチのことをめちゃくちゃ人間だと思ってるからキクチのシーンは揺るがないと思ってて私も神村と言った一緒なの嫌だけど長いのことも人間だと思ってるクチこれ乗ってくれると思うバロさんに投票します バロさんの色が見えることで、初日の、えー、と要素も取れると思うし、私、結構人間要素がみんな取れてます。結局、チユッキーさんとかの位置になってきてしまうっていうのはあるので、以上です。といころ、はい、神村さん投票で、それはちょっと NG です、すみません、菊池さん、NG です。 で、なんか、いや、まあ、バロさん私、票、もう持ってないと思ってたのよ、昨日の投票時。したら、バロさん持ってて、その仕様だったから、私めっも印象は悪かったのね。今、士仕様なんだと思っちゃったから、偽物には見えちゃって、バイアスがかかっちゃってる、あの投票順持ってって、あれはね。な<の>はい、このキングに投票します。結構なんか、菊池とキングが偽物に僕は今日で見えちゃったかなと思って、バロって、オムライスさんはこれ人間だなって。 あの場所で上げることは必要ないと思っていて、さらに起死しようでしょ。でも、オムライスさんも人間だと思ってるから、明日できればもうオムライスさんは人間あの、決戦入れた人から上がっていきたいかな。長い。はい、キングさん投票で、なんか、馬場さんの,その菊池さん護衛の提案は、実は俺、かなりいいなと思って、なんかまだ全然シーン見ようかなって思って、菊池さんが馬場をめにできた人狼があるから。 だから、ジュッキーさんもその視点、なんか、ちょっと精査,精査したいなとは思って、なんか、明日どうなるか楽しみです。さんはい、えっと、バロ投票です。えっと、ま、菊池さんの提案めちゃくちゃ良くて、え、てか、普通に偽決め打てるでしょ、一番と思っています。理由としては、え、バロさん本物でグッジョブ起きるかもしれないのに、コアラ襲撃するの何してんのそれ。え、人狼でしょ、普通に。 っって思って思るからバロの色を、まあ、角黒になると思うけど、見てから戦う方がシンプルに強いと思ってます。それは以上。秋キマサ。うんと、投票は神村さんにします。まあ、シンプル、新章はキングさんが悪いんですけど、かといって、僕目線、ね、霊媒は新教で、えっと、キングさんが秋政投票というのが、ちょっと強じにしたら攻めすぎかなというふうに思ってたからというところです。以上。中0キー。 投票はキングさんにします。結論から言うと、私は菊池さんが一番偽物に見えてる。私が人間だから、あの誘導してきた菊池さんのことはあんまり本物って思い切れてないから、菊池さんがかばったのはキングさんだと思って、キングさんの方に投票します。が結論です。票。さん。バロに投票する。バロが一番偽物だと思ってる。菊池を信じてる。ただ、 地域人間の可能性は全然あると思っているから、フィルターは外して推理で考えてほしい。7をあきませんかこのとの位置にい,るいてバローな対抗っていうのもあると思うから。ラジオ表を押さえようちょっと長いんですけど、ごめんなさいね、本当に。僕嫌いなんですけど、決戦。バローさんに投票して、バローさん投票禁止っていうね、もうなんか変なことをします。勝つためには手段を選びません、僕は。手段を選びません、僕は。ただったら弁明はしてください。<laughs> もう結構きつい盤面だからね、初日人間落ちてるから、まあね、うん。なんで、はい、これぐらい許してください。はい。はい、では本日、キング、神村、バロの3人決戦になります。弁明決まった方からどうぞ。キングさん。 えー、バロじゃダメだけ <laughs> バロだったらいいのに。<laughs> まあちょっとサイさーの言うこと聞くから置いといて、バロは絶対、人、まあ、人狼かな、人狼かなとは思ってることと、ナダオが結構変だなと思ってて、私なんかオムライスのことをめちゃめちゃ無駄だと思ったから、なんかカゴさんなんか私のこと絶対評価してくれてるにもかかわらず、オムライスとカゴの白要素の差で、オムライスを守りたいっていう一心でカゴに投票してるのに、私にあるのおかしくないと思ってるから、ナダオがクソ怪しいです。今日になってクソ怪しいです。 七尾に投票してください。なんならぐらいの勢いで怪しいです。まあ、地域は私の新象悪いのはわかるから、もう別にいいです。はい。神<村>はい。まあ、やっぱり七尾さんは人間で大丈夫そうだなと思ってて、なんか、俺、今日、キングさんの。まあ、色は一応強靭で推理はしてるんですけど。黒だった時に情報がでかすぎるんで、キングさんの色めっちゃ見たいなっていうのは本音なんです。 なんですけどまあ正直ちょっと新要素負けてるかなと思ってるんですけどまあちょっと頑張ってキングさん釣ってほしいあきまささんはね分かんなくなったって感じですねはい以上ですロッいやこれはマジであのちゃんと概念するんだけど俺が今日釣られた場合100%サウザーさんが噛まれるだ俺がいた場合って絶対サウザーさんが噛まれなくなるから絶対この提案は乗った方がいい俺は釣っ,た釣っちゃ絶対にダメだから普通にカゴさんが怪しいと思っている カゴさんその、それが抜けてるのが普通に怪しいと思ってるから、カゴさんが一番怪しいです。カゴさんを占ってほしい。か、なんかちょっと責任を取って、地域の色を見てほしいかなと思っています。以上。はい。では、キング投票3番、神村投票6番、バーロー投票7番、67やこしのではっきりお出しください。はい、毎回言ってんだ。はい。では、いきます。決まった方両手を前に出してください。 いきますよ加護さんは大丈夫なのかないきます三二一ドン !3 番のキングさんに投票してる人が1233票かな ?6 番の神村に投票してる人が12345票7番のバロー投票が02で本日はカミムラですよごどうぞはいまあローラーしてください で、まあ、こうなったら、サウザさんが生き残るの確定するんで、サウザさんのもう一結果と、キッシーはね、ちょっと俺も、バルさん2セッで推理してたんだけど、ちょっとだけ上がってきちゃった。ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ。分からなくなったから、あとは、バロさんのセンスはちょっとだけした方がいいと思います。まあ、でも本物が噛まれるのかな分かんないけど。で、まあ、秋元さんは、ちょっとグレース系、会になりました、僕は。まあ、投票されてるのもそうですけど、 キングさんの方が偽に見えるはず秋松さんは多分で思ってますはい以上ですはい神村は処刑者にもかかわらず恐ろしい夜がやってきます皆さん画面をオフにしてくださいそれでは時間やってきますこちらの皆様しばらくお待ちください霊媒決め打ちたかったんだよねどっちかというと騎士はもうだってさすがに進化決まってるかなと思っててサウザーが 襲撃されるでしょ今日。ああ、そうそうそう。えっと、ちゃんと言っとくと、なんでバロさんの方が偽かと思ってるというか、その話をすると、えっと、馬狼、人狼を襲撃しないっていう選択肢をしたわけですよ。次の日対抗に出るとか、そういう選択肢を選んでるわけですね。いつか対抗しようっていうことで。で、バロの人狼俺は見てるから出てくれって言われたときに、頑張って潜ったんですよ、菊池さんはね。人狼だったとしたでも チユッキーを殺したいからという理由で結局出ちゃったわけですよ。で結論的にチユッキーに行く流れにならなかったから、諦めてちゃんと役職の中から行こうとしており、かつ、霊媒に流れそうな流れで投票も結構入ってる状態で、対抗のバロさんというとこに入れてる。ワンチャン死に票になる可能性があった。っていうところからやっぱ菊池さんの方が本物かなっていう推理ですね。まあ、一番自信がありますね、ここは。 うん、まあ外してたらしょうがないんだけど、どうかな恐ろしい夜が朝がやってきます。皆さん、画面に戻ってきてください。うん、おい、はい、おい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 い。本日朝を迎えると、誰の死体もありませんでした。議論時間5分です、どうぞ。 はい、イレヴ結果。はい神村ジノーナイス中期ジノーナイス,ナイスでは中期ジノーウォ本当に偽なんだキクチシーンやんこれ、まあ、キ,キング,キ,ングキクチシンシンだと思いますさすが、ね、に待ってサウザー本当に<け>サウザ,ー本,当にサーザー本当に偽なんだねうん偽ですねジ中期三名戦はさすが。ユカコロとの初日の中期なり合いは朗ロ,ーローっぽくないからまあ申し訳ないけど中期バロ秋キマカゴの順で処刑して勝ちそう あ、えっとちょっと一応トキくんの喋り、待ってか、あ、てかこれ別に落ち着いて欲しくて、普通に俺キックチグチョブだから、チキッつって俺サウザーさん守れんで明日、そっちよりね、そう、だからそれでそれでいいよね、いいよね、それでそれでいい、いやだバラそしてはチキジロだもんねほぼ、ほぼあ、でもチキさんそれダメだよね、だってサウザーさんがいることになんか違和感が出なくなっちゃうから、そうだね。 コアラが本物だから、正直めちゃくちゃきついんだけど、サウザーが多分狂人かな僕<あ>ないメムラは本物の目線でサウ。えっとね、えっと待って、あっちきの目線で、サウえっとね。あ、そう、サウザー敵だけど協力してくれない<ウ>私の目線ですが、うん。サウザーが狂人で、菊池さん、<laughs> その場合って菊池さんが多分本物のキボ,ボディガじゃないサウザーグチョプっぽくないバロさんが…違う違う違うよ。うんうん バロが本物サウザーさんか菊池さんのどっちかしか。バロさんが、バロさんが菊池で守ってるから、俺が強靭だったパターンは、菊池が本物で、バロが人狼しかーン違う違う、違う違う。違わない、これは。違わないですね。私はサウザーにちょっと教えてもらいたい。これは違わなくて、前視点でね。俺が強靭だった場合はそれしかない。俺が陣狼だったパターンは、菊池が強靭で、バロが本物のボディーガードで、菊池がい可能性はある。多分そそっちないサウザー狼の場合、多分成り立たないと思う。 狼だろバロンカムしかないか、うんね、うもうそれぐらいに,に入るんでそれ。これぐらいでいいと思ってて、<う>俺サウザー視点ちゃんと詰めた方がいいと思ってて、全然よくなくて、うん、俺は基本サウザー以外でグッチを起きるわけないと思ってるから、サウザー視点ちゃんと詰めた方がいいと思ってる。うん、で、私ちょっとそれについて、どうしても言いたいことあって、うんと、髪目黒結果見てるから、 んとム村の、まあ、結局だから菊池は絶対す少なくとも白結果の人で、まあ絶対本物だとは思ってるんだけど、うん、そうなってくると人狼神村がラが焼き作戦で長いを即白ってあげてるから私長いも疑い先に上がってくるっていうことを絶対に言いたかったしかも長いは私のことを昨日明確に殺しに来てるでも私はバロチッキでキング目線は終わると思ってる騎士使用した強人バロが噛まれない理由がないからそう,そう だからバロが人狼、中期人狼で終わりで長いりででもバロ教授あると思ってるんだよな。それだったらいいんだけど、それだからあまり考える必要がないんだけど、このままもし想定数で終わらなかった時に追い始めたら遅くなるから、それ以外の話しよらかうんそれで終話らせようか。ごめん、サウザー本物を追いたいから、じゃあ私は人間だから、私が人狼っていうままで終わっちゃうと困るから、カゴさん人間だと昨日初日から思ってるから、ちょっと私のターンももらっていいよ、面白い。 気持ちはキングさんのが人狼っぽいと思ってるの。昨日から私に引かかってきたから、うん、ごめん私のせいはキングさんが人狼っぽいと思っていて、昨日キングさんに投票したのが、七尾さんと、決戦で七尾さんと誰、誰ポンさんだっけ俺は入れてる。私は絶対してない。なんか3票入ってた気がするんだけど。3>, うん、3票入ってたのは、七尾と長井とチユッキーです。うん、あ、長井さん入れてくれたんだけ、ね、そ,そ,その2人、私は気持ちは人間っぽいなって思っている。 で、初日からカゴさんのことを人間っぽいがちょっとまだ引きずっているから、ユカコロが人狼っぽいかなって、なんか消去法でなっちゃってる。ユカコロキングサウザーユカコロキングサウザかユカコロキングアキマサ。でも、キングさんが初日アキマサに投票していたような記憶があるから、<ん>バロンバロンバロン。今の士はどうなってます、うん、近ね、うん、近況じゃないサウザーが人狼で、サウザーユカコロキングとかだったらあるんじゃない ぜひ、チグチョブか。バロさんが本物でグチョブ来てるから。うん、そうだよ。だから別にゼロじゃないよね。絶対あり得なくはないじゃん。ある全然ある。全然ある。これはなんか、んムラさんが。 これは神村さんに落ち度一切なかったと思っているから別に村目線でキングさんに投与することは俺は全くごめんだけど悪いと思ってなくて全然偽もあると思っているからなんかキングさんの決め打つ進行だけは俺ちょっと嫌だななんか村が不利になろうとっては思って今日中期に行かない理由があるんだったら言ってね長居私の方が優勢になる理由はないよねあありますえとキングさん決め打たれるのが俺は嫌だからで神村さんに落ち度がないからお前が居さん明日も死んでるローラーを先にしときたいってことねまあわかるよ気持ちわかる まあ受け入れられないのはわかるけど、ね、で、秋政さんはちょっと俺は処刑しちゃいそう、この後。あのだから、なんかし、なんか喋ってほしい。バロ通常投票を考えて。はい、議論時間終了です。投票に移ってください、ジュッキー、まあ。投票はキングさんにします。キングさんの方が票が集まりそうだからと判断したからです。あすごい辛いです、私の立場。多分人間がこの立場になって、こうなることを理解してほしいと思っていて。 コアラが死んだ時の挙動を思い出してほしい。あれ、たぶん反則だけど、えって言って死んでった。<laughs> って言って死んでった。あれマジでコアラが何かしらだったを、マジで追ってくれないと一生村は勝てない。あ、そこさん、ふんって言ってるけど、ちょっと内心決め打ってるでしょ。カゴさんの心に訴えかけてる私は。カゴさんが人間だったらね。気持ちはわかる。でも、私が人間の可能性も1%でいいから追ってほしい。キングさん。 ユッキーに投票しますコアラは予言者で自分があの一角っぽいサウザーからしろって言われたにもかかわらず全然出てこなくて死んだんだったらそれはひどすぎると思ってほしいことと長井、まあ、もほぼほぼ人外だっていうことになるからと私が人狼偽物だった場合言った通り神村に即対抗を強靭でできず秋山さんに東京も投票もできずバロを黒崎としてあげません真でしかありえない。長井くん まあチューッキーさんにごめんだけど入れるんだけど、コアラさんが死ぬられたら確かにずるすぎるよなと思って、しかも城崎に出なかったのはあるけど、でもなんかキングさん俺は処刑絶対したいけどな、今挙げた要素でキングさん足に決めてる人多分いないと思うから、それは申し訳ないけど、明日のこうのスケールキングさん来たいってことで、なんか俺になるんだったら俺は普通に戦うから、うんっていう感じ。で、騎士が変な動きしてるから、サウザーさんかまれない違和感を作り出した、あの、人狼もあるから、チューきキーさん大事にしたかったけど、これ以上俺の身が滅びそうなんで、あの、ちょっと申し訳ない。 バロいや、それはわかるんだけど、俺は、長井さんの懸念はわかるけど、俺は菊池グッチブ出てるから、心境ってわかってるか、ほうサウザーが死んだと思ってるか、チェッキー投票をします。まあ、なんか、青森の美味しいものでも教えてもらえるかと思います。今日はサウザ合意です。あ、違った。お、いなくなっな。<laughs> あ、来ました。はい、えっ、ー、と、投票はチェッキーにします。基本的に僕の中では、投、え、票、ー、の順番として、バロえっ、ー、と、キングさんの順番は変わらなくて、 そこから先なかなと思ってて、ていうか、僕の中ではレバイシは真剣だと思ってるので、神村狼って結果がちょっとないかなと思ってしまってる。いうところ。中京に投票はします。まあ初日の投票の時に言われたことで、私視点は心象が悪くなってしまっていたことと、まあ昨日サウザーさんが一回結果語りを挟んだ後の、まああの結果語り解除した時のえみたいな驚き方が、あ、そうだよねじゃなくてえってなってしまったことが人狼っぽいなってもともと私は思っちゃってた中京に。 7億はいごめんね、チーキーに投票しますけれども、別にキング熱つえって、<laughs> 全然キング、神村陣の連れてるんだから、で、黒ミ見イれてるそこまで厚く上げなくてもいいと思うよ。ってことは、あんまり美味しいものが仲良しってのもあるので、皆さん、今必要な仲良しを検索してください。以上です。お仲良し。加護さん、まあ投票はチーキーですけど、 まあバロさんやっぱり人狼かなって思ってて菊池さんがまず強靭であのタイミングで出れないと思ってるし強靭菊池で今日グッジョブが起きるとも思ってないっていうところですかねはいどうぞはいごめんなさいチェッキーには投票するんですけど仲良しそうですね仲良しがいいですよね <laughs> うんさっきねもう勝ちたくてすごい頑張ったんですけど勝てばよしってわけじゃなさそうなんではい頑張っていきたいと思います <laughs> <laughs> あ、上手くない。うん、本物です。はい。<laughs> さんはい、千雪に投票します。キングちょっと落ち着いて、多分神村の黒を見て、ほぼバロが人狼で千雪の人狼でしょう。で、バロの星狂人だったらほぼ長いな。人外じゃねえかなって感じがするから。明日、佐々木さんの占い1個残るからうん。あのー、ね。みんな仲良し。以上。 何にもなかった。えはい、落ちですみたいな鳥。え、まあ、いいや、なんか、七尾がキングに対して厚上げないでって,言って、厚上げって言ってるのが、なんか、厚上げ一番似合う人間だなって思いました。うん。なんかチ、チキングと永井君は、懸念はわかるけど、まあ、バロッツって、まあ、大和がなかったらとか、うん。その話をしたいです。チェッキーさんに投票します。本日お釈迦されるのはい、 番ですんどうぞなんかみんな私の議論を踏み台にして面白いことを言いようって思ってませんちゃんと人道推理してますえ私いつから踏み台になったんですか今日の議論でえ人間なんですけど人間踏み台にするとか皆さん人会ですかあまあちょっとちゃんとやるんですけど人間なんでまあまあ正直スライド立場だから人間がたどり着くのは正直難しいと思う。 なんかこれは人道が作り上げた構造がめちゃくちゃ強かったと思っていて、正直これで勝てなくてもなんか人間を攻めることはない、私は。人道がうまかったと思ってる。うんサウザーが人道やってほしいです、これは。キングさんとユカコロとサウザーと、で,でもキングさんでも投票されてんだよな。が人道っぽいなと思って、変わってないです、意外と議論中と。いやいや,いやいやいや。あバローを信じてるんで、頑張ってください。バロ、頑張ろう。 ダジャレチ、ね、デッキーが削減されたにもかかわからず、うん、恐ろしい夜がやってまいります。皆さん画面の方をオフにしてください。やる時間やっていきます。こちらの皆さんはしばらくお待ちください。チュッキー視点ってサウザーのこと人狼に見えないですよね。普通に強人に見えて、どう考えても菊池の方が本物でしょう。流れ的に。だと思ってるから、どうなんだお今更、今更書いてやろう。 今更、使用表書いてあるわ。そ。な何だろう。なんか強い信仰を取りたいのか、取りたくないのか、よく分からんな、この村って感じだよね。うーん。えでも、永井さんが言うように、霊媒は決め打てないっていうのは、そこは分かる。まあ、キングさんのほうが本物っぽいけど、人狼がある。面白いね。こんだけいっぱい使用あったら、 めちゃくちゃ面白いね。バロちゃん。えっ、ー、と、菊池。こういう感じね。まあ、バロは人狼でしょう。どう考えても。菊池が狂人で中期誘導するのも意味がわからんし。あまあ、でも対抗、一応、対抗バロに誘導してるから、狂人もあるか。 でもあの進行強いと思うんだよね。バロの色を見せた方が強いんじゃないって。私、サウザー守れるんだからっていう。恐ろしい夜が明け、朝がやってきます。皆さん、画面に戻ってきてください。いね、はい、はい。はい。本日、朝を迎えると、ジジ番サウザーが集撃されています。 議論時間4分です、どうぞ。いい。OK、ね、です。で、えっ、ー、と、これでみんな目線、まず一つ大事なのが、うん、えっと、チューッキー黒ですね。はい、うん。これが一番大事。だからチー、うんまあでも、それこから伸びることはない。あと、ポンさんが白。長井さん、どうぞ、まあ。伸びることはあって、えっと、キングさん目線は、この棋士が新郎に見えてる、うん、あ、新京ってことですよね、おそらく。 バロラストルフななんてて思っいでしょパンツって終わなかったらそうれはだからですよね。長井さんに言っとくとバロさんって終わなかったはキングに専門だと思うよ、普通に。だからそれでいいんじゃない私もその気持ちです。かそこまでやってもらえばよくてグレーの議論してほしい。グレーの議論ね。 人狼だと思って。人狼だと思って。てか、え、今日守れなかった由教してもらっていいですか、サウザー。うん、どこも守れそうだよね。それを言えるんだったら、一応本物だけど、でもその時間、もったいないかなと思ってる。人狼か強靭かぐらいですか考えてきます。考えておきます。はい。ヒートの下りで、ゆかころさんが老老っぽくないって、サウザー言ってた記憶があるけど、それってんやったっけっていう。 多分だけど、千きがずっと私の票を待ち続け、うん、私が票,票行かなかったときに、ゆかころはなんで票に行かねえんだってめっちゃ怒って、<ー>なんかゆかころの長いオムライスに向けた視点が怪しいゆかころ投票みたいなやつだと思います。うん、ただ、私はこれが白い要素になるかはみんなのご飯なんでいいとは思ってるよ。あ、くん ああだからそうなった時に、バロさん、強人であの C をしないと、やっぱ思ってるんですよね。で、籠さんを決戦のとげに投票しているから、籠さん、死ろ。で、中樹さんがいられてるから、籠さん、死ろって考えたにまに、まあ、キングさん、強人で、バロさん、人狼で、秋政さん、人狼しか今、ちょっと見えてなくて、七尾さん、なんで外れたって言うけど、なんか、日のなんか中よしはもう、外していいかなと思って、ってるんでですよ <laughs> で永井さんに要素を言っとくと、バロに初日、通常票入れてるのが、秋政、七尾コアラっていうのもあって、うん 2票目だけど、1票目だけど、えっとね、全体の2票目に、秋政がバロニ1票目を作りました。その後、七尾がバロニと中盤ぐらい8票目で、バロニ2票目を作って、で、最終的にコアラが10票目でバロニ3票目を作ってるんです。じゃあ、これ別に、どうか、キングさん目線で終わんないから、俺でね、この推理が間違ってると思ってほしいな。で、ポンさんは白なんだよね。 でまあその場合で言うと、もしバロが白だった場合、ワンチャン狙った人狼が、まあ、決戦に入れてる可能性はあるから、ポン長いよ、かころ、まあ、ポンが人間。まあ長居、長井さ、めせよかさん、かころさを疑ってもいいけど、まあ、チュッキーさんとの路線でなかさそうかな。で、カゴさんはやっぱ、使用すればいいと思うんだよね、バロさんが強人だとしても。だから人間。七、まあまあ、い、長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 い<し>、い、長い、長い、 いいですかかなんバロさん、人狼だと思ってるんですけど、そうなったとき、ゴさんって、初日のなんか、上村さんの c o 後にも、黒って言われた3人、要するにバロ、ナ七尾の3人から行きたいですって、ゴさんの視点から言えてることは、人間要素になっていいかなと、バロさん、人狼だったときはね、思います。投票はしてないけど疑問があるんでしょう。なんか答えられると思う長いいってバロにたくなの今日は。いや、別に行きたいけど、その次の日、なんかでも、キングさんに行けそうだから、もういいかなと思ってて、ちょっと俺の3釣りは、バロキング。 秋政さんちょっとあれがあるけど秋政さんの方が怪しいかって思って私は結局今日言う必要がないと思っててバロが終わバロってって終わんなければバロが狂人でどこに一郎がいるかっていうのを夜時間考えればいいだけの話だからっていう感じだよ昨日私が死ぬかもしれなかったからそれは圧強めになりました大丈夫大丈夫意をあげ圧あげないバロさんが狂人なわけがないから大丈夫そ思わから大事かと思うん絶対ないだろ俺120%頼もしすぎるだってな キング目線カゴさん、カ村に対して、デイバイならさみたいなこと言ってた。そうだから、うん、私の目線はカ、バロが何でもカゴさんはしってた。フロンチかン終了です。投票に移ってください、長井くん。まあバロさん投票で、なんか、チユッキさんって、なんか、そのゆかころさんの票を待ってたんですって、なんか言ってたのが、なんか、あんまちょっと俺に色っぽく見えてないから、まあ、小規模で秋キさんになってるんですけど、なんか、秋キさん人間の場合、なんか、もっとなんか、欲しい。うん。じゃあ、なんか投票しまいしまいそうだから、なんか、もっと欲しい。 キングさんはいバロに投票します。うん、とバロっつって終わらなかった場合は、長井か秋きです。私の目線では。ってことは言っておきます。はい。秋きはい、投票はバロさんにします。まあ、シンプルに、僕の中での順番としては、七尾さん、長井さんの順番かなとは思ってるんですけど、ってところです。バロ。ちょっとまだ間に合いそうだから、キングに投票します。まあ、7に言い訳考えてたんですけど、 言い訳けしていいわけって思ったんでちょっと書いておきます。<laughs> <laughs> はい、バロさんに問い合わせます、まあね。バロさんの言ってることってね、あの、聞こえるか聞こえないかぐらいだとね、面白いか面白くないかもわかんないから、もうちょっと大きい声でいつも言ってほしいなって思ってる。でもね、皆さん聞こえました。言い訳で言いいわけて言いました。はい。えぐい、えぐい、えぐい、方い、えぐい、えぐり方ぐい、えい、<laughs> えぐいえぐり方す、<laughs> はいそれです さんはいあ、まあ、バロさんに投票するんですけど、まあ、俺は2日目からもラストウルフのことしか考えてないとだけ言っとくわお前のことだぜあ間違えたうっダサっダサダバロさんに投票してチユッキーも多分バロさん頑張ろうみたいな言ってたんですよね もし、チュッキーバローの同士だった場合は、人狼がダジャレを言うみたいなね、文献が取れるんじゃないかなっていう期待をしてます。ナのはい、バローに投票します。はい。馬狼は銀言で、もう一つお願いします。もう一つね。ポンサー はいえー、とバロさんに投票します。まねうん、なんか、千きさんあの、遺言で、青森から新潟行くときに、おいしいものって言ったと思うんですけど、なんか新潟、新潟に車で行くって言ったら、なんか、ゴリラかしかいないサファリパークみたいだなって、ちょっと思ってしまっていました。ごめんなさい、以上です。めちゃめちゃおもろかったけど、全然受けてない。はい。では、本日、バロが処刑されます。遺言をどうぞ。 これよりは面白かったね。言い訳して言い訳の方がね。まあ終わらないですね。まあね、まあ結構ね、知識ね、わからないと思ったんですよ。ナイトだけにね。み皆さん結構わからないと思ったでしょ。偽だったんですよね。わ、うんうん、からないと思ったんです。あ、わからないとね。わからないとね。知<ー>だけにね。じゃああとは頼みました。長井さん頑張ろう。長谷さん頑張ろう。あとあともうちょっと、あともうちょっと頑張って。なんか塗りに行ってんな。 バロー消していい夜ですおやすみなさい。おやすみなさい。はい、夜ですよ。これキングさん2世です、ね。それでる時間の方やっていきますこ、うん、ご視聴の皆さん、しばらく,ください。多分、強人だと思うんですよ、キングが。キング強人で。うん、キング強人なんだけど、今日,今日は普通に、えっと、焦る必要なくて、キング本物。 視点でも人狼って外にいるから結局帰着するのは同じ位置なのでキング視点自分が釣られても終わんないっていうだけでなのでおそらくですけどそうだね今日キングを釣って今日というか次の日キングを釣ってで最後って感じかなうん多分狂然でしょうけどねさすがにまあ上村さんがなんか役職だと思ったんでしょうね出れた理由はね役職だと思った ってことだろうねふぅ危ねえぜ続くってことはこれ神村死だからね危ない神村に投票しないでよかったわ恐ろしい夜がけ朝がやってきます先皆さんの面に戻ってきてくださいさはい大丈夫かないるかなはい。本日朝を迎えると一番菊池が 襲撃されております4時間3分、うん、提案なんですけど、馬はい、はい、ロさん、俺、人狼だと思ってて、キングさんは偽の可能性が高いと思っているんですが、キングさんは馬ロさんを処刑対象に挙げているので、人狼同士はないと考えると、ね、ちょっとグレーを詰めたくて、今日なんか、うん、俺、キングさん視点でも別に、まあ。 長い顕政とか詰めて七尾さん辞令だった時に一番負けそうだからそこに視点向けられるのってなんか長い顕政削れたなっと、ね。一応ちょっと絶対処刑対象に入るから言うとバ狼が狂人だったことはもう確実にびっくりなんですけど、うん、私ってバ狼人狼推理だったから。 と七尾だったり、秋きさんのことを投票履歴から白いと思ってたけど、バロが教授になったら話は別で、うん、そうなると、私目線はもうあの、籠、ゆかころのことを1ミリも疑ってないので、うでね、のと七尾、長井、秋きさ、うんに、三男はどうしても使わなきゃいけないけど、私がその中で入んなきゃいけないから、そうね、そう今、誰の人間を決めるかで今、非常に迷ってます。それでいいと思うちょっといっぱい喋って申し訳ない作戦に立ち返りたくて、チユッキーさんがあの上がった状態で、うん、残っているのをサウザー、七尾、菊池チポン、ゆかころだったんですね。 でその状況で、ナノオさん二郎だった場合は、別に、チュッキーさんが下げなかったせいで処刑対象に入っているから、なんかユカさんも同じことが言えるから、なんかそこは下げられなかったことは、白要素なんじゃないかなとは、ある程度思っているんですよねあの。バロさんが処刑対象に入っている状況が、うんうん。よう覚えてんな、すごいな。うん うん、だから、そうなった時に、はどうしてもね、秋政さんになっちゃうよ。のいや、だからそれもやっだ、それは長井さん目線であって、僕目線に結構長井さんがそのラスウルフを始めてるのしか見えてないあだから、だから俺はキングさんの白を決め打って長井秋政から行こうって言って。うんうん、あ、長井。急に,いいに、まあ、ただ、順番の問題だとは思ってるんやけど、まあ、長井さんで終わればそれでいいんやけど、 むしろ多分、長井さん、きまさんは、よそに人狼がいないかだけ考えてくれれば勝てるゲームじゃないや、えっと、ね、それ考えると、え,え、俺って、俺ってな、7をサルって隠したえっとね、七尾さんもっし怪しい要素が俺分かんなくて。えっと、7<ー>は、<え>私目線は心象が非常に悪いのは、まあ、言った通りけどまあ悪いよね。うん ただ、チユッキー黒っていうことだけがこの村の真実だから、チユッキーがんと白を上げられて次白って言っ,た言ってくださいって言ったときに、サルザーを上げてる場合じゃなくて、その時に残ってるのって、尾をキックする唯一のチャンスがあそこだったと思ってるから、うんうん、そこをもって加点があり、うんうん、私の中ではやっぱ秋キマがヒットになってしまう,そう。その時点で下がってたって考えると、長い秋キマ村目線で。えっと、根本的に、えー、とバロさんへの投票っていうか、議論中にもなあのバロのに投さんに 口き人ってことって話を、あの拡大をちょっと聞いたと思うんですけど、あれっていうのが、えっ、ー、と、バロさんが、えっ、ー、と、きくちさんとローローで、えっ、ー、と、あ、えー、じきくちさん、えっ、ー、と、キングさんがとローローで、えっ、ー、と、キングさんがロータ、えー、よねっていうふうなにな,な,な,なった時に、えっ、ー、と、なんだろう。キングさん,んさ,ンさん、ポンさん、ポンさん、今日処刑ってど、どどっち、キングさんを処刑するのか、ど,どういう方針がいいですかキキ私、対抗はあきまさキど対抗、うんに。っタイムは聞きなさい。それよろしくお願いします。すすよろしくお願いします。すはい、そういうふうに写ってください。長い。 秋政さん投票で、キングさんは強人だと思ってますが、なんかこれはキングさんを残そうっていうわけじゃなくて、明日来たら、七尾さん、もし秋元さん続いたら、七尾さん、ゆかころさんにどっちなんだろうって思いながら、キングさんを処刑するって感じ。キングさんを残して進行しようっていうわけじゃない。キングさん はい、秋政に投票しますバロが白だ私の目線ではバロが白だったから、秋キマの1票目、バロ投票は何の白要素にもならないことと、みんなさんが私の白とバロ白結果信じないにしても、私は白結果の人です。今日は絶対にグレーに行ってください。私も偽物だと思ったとしても。ゆかごろ私はキングさんに投票します。なんか私が昨日言ったなんか黒って言われた作戦で、ね、人から行きたいの話って、私カゴさんの話って言ったけど、七尾さんだったっけ なおさんだと気もしてきたんですけど、カゴななおのどっちだったかをご本人から聞きたいです。ごめんなんか、自分推理してたからなな聞,こえて聞こえてなかった、なんか聞かれたけど、まあいいや、キングさんに投票します。えー、と理由としてはあ、バロさんはまず強人だと思っていないっていうこと、神村が絶対偽物だとは思ってないし、別に強人でも、神村の挙動を見て、なんかこれ、役職で本物役職だって思えば、対抗には出れると思ってるっていうところ、以上です。 あきはい投票はキングさんにしますえっとシンプルにえっとなんだろう議論中にも詰めておきながらバロサインと全体の二票目で投票してないと思ってほしいです。んなのはいあき君に投票しますまあどっちキングが死の場合ってあきまさ君がするんだよなと思ってで今日間違った分では PP とか起きないからそこは詰めた方がいいのかなっていう投票です。 最終票、ポンさん。うん、同じ。うーんとね、秋元さんに投票する。今日はわらなかったら絶対、明日キングを投票してください。うーん。そ、うん、んなことでも。長いの予想。ごめんなさい。本日お紹介されるのは、ジュニバー、秋元さです。以後、どうぞ。えっと、今日の議論って何やったんかなと思ってて、きえっ、ー、と、 延々とバロさんにも投票していない、えっと、投票特に投票履歴のない永井さんが僕を責めておきて、僕が弁明するターンになって、まあ、ゆかぼろさんを責めるわけじゃないですけど、ゆかぼろさんが葛藤にし,たして、結果、キングスさんが処刑されていないっていう状況は、うーん、あ、はい、ラストうールい<日>とした。 キングから行ったほうがいい秋さんが処刑されてこの村から人狼がいなくなりました今らびと陣営のお勝利でーす秋政人狼だったとしても金から行くべきだよねよかった当てたああそうだわああって感じだなうーああだわでは役職を発表していきたいと思います人狼が神村ちゅ。 サ三ドでした。それをサポートした競技がバーロードです。ありがとうナイシサウザー。キングさん。す。ナイス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 しイスナ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 イス あのもうずっとキングさんは神村の偽要素はそこまでないと言いつつ、まあ、バロで終わらなかったのに、キングさんを白決め打って、自分が宅に入ってもいいから、うん、秋キとの二択っていう提案が、やっぱり、えっとまあ秋元さん人狼が合ってるだけじゃなくて、その提案ができるのがめちゃめちゃ人間っぽいっていう議論になったと思いますね。どっちにしても、まあ、キングさんが人狼であの位置で出てないだろう、神村黒を打ってないだろうとか、えー、どっちにしてもラストウルフは上にいるから。 今日そのタクを先早めようっていう議論がめちゃめちゃ強かったと思います。長い日さし上げたいと思います。ナイス。はい。ナイス。えー 人狼陣営の負け MVP はバロにあげたいと思いませんごめんなさい、人狼陣営の方。ジす。ジエの方からすると大変だったと思うしね。バロを噛まなかった人狼陣営も素晴らしかったです。ありがとうございます。あの CO で自分が死なずに人間の二択に寄せられてますから、めちゃくちゃ強かったと思います。バロがね先に釣られてたら、キングさんがバロしろっていうのを先に出したりしてて、もっとなんか。 霊、ね、媒のの用勝負とかも面白かった気もしますし、2日目がやっぱりね、かあどこから釣りが入るかっていうのが、神村釣りが一番しんどかったですね。うん、キングさんがバロから釣れてたらジノジエもまだま、だあったんじゃないかなと思いました、うん、バロに差し上げたいと思います。うん、いすい、ね、すみません申し訳ないです<っ> <laughs> GM 賞は、あ、菊池にあげたいと思います。まあね、あの、 小方はゴリラがいっぱいいるので、あのチ,ュチューッキーのあれも人狼しようだとかね、<laughs> <laughs> もうだいぶえ、ね、ないなと思ったんですけど、実はそれで詰めれてるからこそのチューキー黒が控えた時に菊池とのローローはないだろうとか、勇気 <laughs> の、まあ、菊池目線は初日に対抗が人外が騎士使用してる中で、やっぱ14人村なんで、サウザーグッチョブをあえて外す、これ下振れというのもねあの、髪が入った時はえぐいんですけど、 そこを読んでサウザーの声を外してたことで、めちゃくちゃ強かった。しかもそれもすぐ使用するんじゃなくて、チュッの議論を伸ばした後での出方とかが、伏線が切れて,てめちゃ強かったと思います。口にさせていただいと思います。ありがとうございますあっと名言ざは。まかった。よかった。よかった。った。なかった。よかった。なかった。った。よかった。かった。よかった。よかった。った。よかっっっかっかっ メモをな、なんて言ってたっけなっていうの、ちょっと雰囲気で笑ってもうてメモれなかったのが一個あるんで、それをメ言書にしたいと思ってるんですけど、えー、<laughs> どたみんなで考えよう多分おでこだけ似てますねみたいなあ菊だな。 そうちんですよ神村村かごさんのおでこが似てるみたいな。なんかああのれ出身とかいろんなところが違うと思ってる思うけど似てるところは必ずあると思ってておでこだけですみたいな感じのやつ。おでこだけ似てますねにしましょうかね。あとで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  チェッキーのね、遺言で私を踏み台にして面白いこと言おうとしてませんとかも良かったんですけどね。本気出したあの瞬間だけ。やっ、ね、<laughs> <laughs> たピ <laughs> クチェンにあげたいと思います。ますでは。はい、ということでお疲れ様でございました。いやー、疲れた。いや、1戦目も2戦目も結構熱い戦いだったね。いや、1戦目悔しいな。1戦目はなんかもうちょっと残りたかったな。そっか。 いまだに1戦目を削っております。2戦目はまあね、結構、イージーモードだったんですけど、まあ多分、ローさん、強陣は確かにすごいなぁ。なんかガーデンリーグならではの展開でしたね。でも、普通に人狼で推理するけどね。そんな、レア系を追わずに。まあ、その場合、やっぱ、キングさん落としてからラストウルフをちゃんと精査した方が良かったかなって思うんですよね。長井さんのなんかの挙動で、村は沖はできてるから、そう、あの進行だったら、キングさん行った後に、 ちゃんと考えたた方が良かかっな七尾さんか、あきまさんか、ゆかころか、な井さんかってことでね。うん、えちゃんと精査した方が村的には良かったんじゃないかな。だってあれ、バラさん強人で売ってる人って、キングさん以外でいるでキングさん視点でもさ、ちゃんとさ、詰めれてるんだからさ、そう、キングさん落としからの方が良かったかなと俺は思いましたけどね。進行が、まあ、なんか、難しいなと思って。 うーん。まあ、にしても、進行上、なんかラストオルフは、え、キングさん釣ってくれないのってなるよね。なんかどうなんだろう。なんか、うーん。個人的には、あんまりあれかなと思ったんだけど。でなんか終わった後もね、ちょっと喋ったんだけど。まあ、でもそういう人狼もありなんですけど、まあ、個人的にはあんまり好みではなかったかなっていう感じですかね。はい。 あ,あとの、なんかさ、あの、言われたんだけど、バロさん、なんかラストウルフ的な感じで、あなたですねって言ったように捉えられてたんだけど、俺的には、バロさん人狼で、キング狂人でラストウルフが外にいるっていう前提で喋ってたんだけど、あの、失敗した日ね。なんか画面消しちゃって失敗した日時の投票の。あれ俺ラストウルフだと思ってなかったよ、バロさん。 ととだけ言っとこわ <laughs> なんかみんなそういう風に捉えられてたから、うん、個人的にはえー、っと上村ってかバロで終わんなかったら普通にキングは2000になると思ってるから普通に外にいると思ってましたとだけ言っときます、まあ、キングさん強人だと思ってるけど次の日釣って、まあ、ラストウルフサイド探すのがいいかなっていう進行を取ろうとしてたっていう命名だけしておきますこれちゃんと言っとかないとね なんかすげえダセい人みたいになってるからシンプルにキング強人の方を追いかけると思いますけどね伝わってなかったからびっくりしたなんかラストオルフの秋松さんだけに伝わってたのちょっと重かったけどはいいやちょっとなんかあれだったなチーム力で負けた感じがあるなもうちょっと北陸がこう進行がねなんかちょっと青ったっぽい進行を取っちゃったんで ちょっときつかったですね一。一戦目はでもそうでもなかったけどね。一戦目はね、北陸ペースだったんですよ。村はね。コアラ、そう、コアラと俺が村置きできるタイミングがあったんだけど、あそこで俺が死んだったのがちょっと痛かったかな。上村さんまではね、無理だと思ってて、上村人間だったらなおのこと、サウザーの偽が結構グッと上がってくんだよね、一戦目。いやー、そっか。はい、ということで。 まあ、キリがないんでこれぐらいしたいと思いますはいまた見てくださいありがとうございました